いです。ちょっといきなりやねん、はいはい、お前ってカップラーメン好きや。めちゃくちゃ好きや。井上の失敗の次に好き。だいぶ好きやなお前。お前俺の失敗だいぶ好きやもん。めちゃくちゃ好きやもん。いやただ俺も負けず劣らずカップラーメン大好き。ああそう。だからちょっと今日はさ、ちょっとカップラーメンの好きなお前とさ、カップラーメンで何が一番好きかっていう話をしたい。ええやん、ええやん。やろ。俺も即答できるよ。あマジで。結構多いと思います。え、なんなん。チキンラーメン。うまいよね。うまい。うまい。チキンラーメン。確かにチキンラーメン。マジうまい。マジ無敵。まあ、相当上位には来る。上位。うん。おまだ上がある。まあ俺の中ではね。ああそう。うん、ええお前好きな何なん。あの袋麺の日清焼きそば。え、しばいていい。なんで。え、なんでなんで。え、しばく権利ありますよね。え、なんでなん。え。え。今カップラーメンの大会ですよね。そうや。あなた何て言いました。袋麺。袋麺言うてるやん。何がわかんねん。袋麺言うてるやん。いや、お湯を使って食べるもんには変わりないやん。ちゃカップラーメンの大会やから。ちょ、ええやん別に。え、で袋麺の何やったっけ。日清焼きそば。ラーメンちゃうやん。しゃーない、一番好きやねんから。めちゃくちゃ怖いねんけど。何が怖いねんおい。だってカップラーメンの大会を開いたのに、うん、カップでもラーメンでもないやつ言ってるんだよ。ええー、もう大まかにはもう一緒やん。お前がやってんのは、好きな女芸人誰って言われて、徳光和夫ですって。やばすぎるやん。それはやばすぎるやんか。一緒ですよね。いや、そこまでの違いではないって。女でも芸人でもない名前だけど。いや違う。徳光和夫。お前徳光和夫。カップラーメン大会ではもう違うやろその例えは。いや一緒やってお前。いや分かった、もう西焼きそばやめるわ。頼むでお前。カップラーメンで一番好きなやつな、うん、どん兵衛。あかんって。カップに入ってるやん。カップに入ってるけどラーメンちゃうやん。いやもうどん兵衛はラーメンやん。うどんやん。うどんやん。いやもう一緒やん、麺やねんから。ラーメンとうどんは違うやん。スープに入ってんねんからもう一緒やん。もずくも一緒ってことじゃん。いや違う違う違う、そんなこと言うてんの。映画がそこはもう同じカテゴリーで。あかんって。何があかんねん。好きなカップラーメン大会でどん兵衛はあかんよ。なんであかんねん。じゃあお前がやってんのか。好きな女芸人誰なんて言われて若槻千夏ですって。芸人ちゃうやん。芸人だからうどんラーメンちゃうやん。またちゃうやろそこは。一緒やん。いや分かった、もうカップラーメンのしやめや。お前勝手がすぎるぞ。何やねん。どんだけ自分勝手やねん。お前が勝手に好きなカップラーメン大会始めて、お前が勝手に反則して、俺がクレーム入れたら逆ギレしてやめるな。お前がやや言うからやねん。分かった、もっとシンプルにしよう。シンプル。一番好きなカップヌードル何。狭ぁ。何がやねん。範囲狭ぁ。いやこれやったらやや言い合うことないがな。まあそうやろ。狭すぎ。ええねん別に。一番好きなカップヌードル何よ。シーフードヌードル、うん、シーフードヌードル の, あのお湯じゃなくてホットミルク入れるやつ。 ありよな、あれうまいね。ごめん。何やねんありよなちゃうねん。何がやねん。反則してるやろどう考えても。何やねん反則って。好きなカップヌードル大会で、ホットミルク入れるやつ絶対あかんやろこんなもん。いやいいやろ別に。あかんよ。なんでやねん。お前俺がやってるの、好きな女芸人だねって言われて、うん友近が歌ってる時かなって言ってる。ええやん別に。なんで歌ってる時やんての話。水谷千恵子バージョンのが好きって人おるやん。違うねん。カップヌードルのちゃんとした戦いせなあかんねん。し、なんなん自分で言うてんねんで。お前、お前を試してんねや、ほう。こいつ、ほな、なんやねん、一番好きなカップヌードル。カレーヌードル。ああ、うまいよな、あれは確かに。に佐藤のご飯いい。で、俺は、俺は、ちゃうねん。で、俺は、じゃないねん。なんやねん。反則してるやん。だから、反則ってなんやねん。ヌードル大会やのに、ライス出てきてるやん。うまいやん、それも。ヌードルにライスインしてもうてるやん。何があかんねん。あかんやん、お前、こんなもん、お前、好きな女芸人だね。もういいよ、おい。なんでさっきからずっと好きな女芸人で例えんねん。友近ウィズロバート秋山さんですよ。最強コラボやん。最強コラボ。最強すぎるやろ。好きでええやん。あか、最強すぎんねん、そんな反則は。何やねん反則って。あかんねん。ほな、何やねん。スタンダードのやつや。あれが一番ベタなやつや。あれが一番うまいねん。まあまあまあうまいわ確かに。お前は期間限定入れていい。ええわけないやろ。もうええわ。どうもありがとうございました。ずっと思っててんけどさ、はいはいはい、石田って変やん。
まあまあまあ変である自覚はありますけど、うん、でもあなたの足元にはよく、いや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 、マジで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 なんか漫才とかで、いやいやいや、なんか俺のことをこう言うてるだけで、いや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 、いやもう変やん、だからもう今変やんか、マジでそうやねん。いやいや、もうなんかラジオとかテレビとか漫才もそうや、なんかこう俺が変やっていうエピソードを喋るから、みんななんとなく俺の方が変やってこうなんか錯覚してるだけで、お前の方が絶対変や。いやいや、俺は普通、俺普通普通やで、ちょっと人よりガが強いだけ、ガ強すぎ、それだけ。俺めっちゃ普通、俺めっちゃ、マジで変、俺変じゃない。オッケーオッケー。お前趣味何？けん玉よな。好きなけん玉は？あのフランク・ミュラーっていうね、あの時計で有名なやつあるじゃないですか、うん、あれとコラボしてあの金箔で覆われたけん玉、うん、これが好きですね。いくら？20万円。変やん。けん玉に20万は変やって。いや趣味に使うぐらいいいじゃないですか。趣味かもしれないけど、けん玉20万変やん。全然普通ですよ。お前テレビ持ってるよな。テレビ持ってますよ。何インチやったっけ？60インチ。好きなテレビ番組あんの？ないよ、俺テレビ一切見えひん。変やん。一切テレビ見えひんやつは60インチのテレビいらんやん。だってその部屋にちょうど合うサイズ聞いたらそれって言われた。インテリアとして考えてるやん。もうでも43歳から始めたことあるよな。あ、最近ドラム始めましてね。な、はいはい、なんかバンドでも組もうと思ってんの？あ、一切組まへん。なんでやり始めた？健康のため。変やん。歩けよ。絶対にウォークの方が健康や。スティック持つな。健康のためならこっちのかっこや。こっちのスティックかっこ悪いやろ。こっちの方が健康や。ちょい、変やねん。何が変やねん。今までなんかごまかしてただけで、やっぱお前の方が変や。いや俺変じゃん。お前の方が絶対変やねん。どこがやねん。こいつめっちゃ変なんすよ、ほんま。だってこいつね、もうなるべく楽してお金稼ぎたいんすよ。みんなそう。このライブに来てるお客さん全員そう。楽してお金稼ぎたい集合体。失礼なこと言うな。そうに決まってる。違うわ。違う、今日のお客さんは一生懸命働いてるけどお金稼げてない集まりやね。最低かお前は。絶対言うたらあかんぞお前。そっちやってお前。よく手叩いて笑ってんなお前。ねえ、だからその証拠や、稼げてない証拠に3000円で新ネタ10本見れるライブ見に来てんねん。やめとけよお前は。リピーターも多いねん。忙しい中来てくれてんねん。もうシワシワの3000円握りしめる。なんでシワシワって決めつけんの？シワシワかどうか分からへんやろ。泥まみれの血まみれの。なんで泥まみれてんの？なんで泥と血にまみれてんの？決めつけんねん。いやお前もやっぱ変や。変ちゃん、いや冷静に考える。そんな楽して稼いで何がええねん。何がええねん。じゃあいくらいくら、皆さんね、楽して稼いで、ああ、ね、楽して稼いだお金で食べるね、三つ星レストランのディナーと、ああ、一生懸命働いたけどもうね、これっぽっちのスズメの涙しかもらえへんかったね、なけなしのお金で食べるね、あの握り飯ね、握り飯の三つ星レストランや。お前シェフなめんなよこら。お前変やで。お前やって変な、ね、こいつめちゃくちゃ変です。こいつね、ね、ダイエットもね、楽して運動もせずにサプリだけで痩せようとする。みんなそうやね。ここに来てる人、今動画見てる人全員新しいダイエットサプリが出たら飛びつく人の集合体。集合体。そりゃそうやろうがい。ろくなやつおらへんや。じゃあお前変やねん。変ちゃうよ。マジでこいつ変なの。何が変やねん。電車乗っててね、電車でこう駅に着いてホーム降りるでしょ。降りたところでおじさんが遅いねんこらって言われた瞬間に、遅かったですかって電車に乗り直したんですよ。そのおっさんにクレーム言うために。変やん。みんなそうやねん。やったことないねん。みんなそうや。やったことない、ね、そんなこと。ほで、いや次の駅でもっと早く降りてみるんでちょっと見ておいてくださいねって言ってグーって降りた。そういう集まりやん。どんな集まりやねんお前。そういう集合体。やばいやつの集まりやんけお前。集合体。あとちょっと前にやめたけど、1年間食べてるエビの数数えてたんですよ。みんなそうや。やったことないねん。みんなそうね。桜エビはノーカウントなって。どういうルールなの。ルール分からんねん。ノーカウントの集まりやろ。あと打ち上げの時にトイレ行く時間がもったいなくなるって、大人用のおむつ履こうとしてるんですよ。みんなそうや。やったことないねんそんな。ね、成人用おむつのノンスタ石田モデルがあったら買おうっていう、ね、集まり。どんな集まりやねんって。もうさ、あと最近思うんですけど、はい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 、ちょっと運命的な出会いをしたいなと思って。あるかい運命的な出会いなんかないっすよね。あるよ。運命的な出会い系ぐらいやったらありそうやけどな。一緒にすなお前。全然違うやろ。ありそうやけどな。運命的な出会いそこら中に転がってんねんって。あるか。だからみんなも気づいてない。だからいろんなところに運命的な出会いはあんねん。だからもっとみんなね、自分にスポットライト当てていかんと。だってみんなそれぞれがドラマの主人公になれんねん。
ちゃかっこいいこと言うやん。ねえ、かっこよすぎるでしょこれ。こんなかっこいいことどんなかっこいい人が言うてんねや。驚きすぎやろ。いまいち。はっきり言うな。何はっきり言うてくれてんの。え、でも運命的な出会いしたいの。あ、そう。要はあれってのは、肩と肩がぶつかってこう荷物を落として拾ってあげた犯人。あ、はいはいはい。ほなやってみてくれ。ちょっとお前女の子の役やって。頼むわ。プレンデ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 ン強い。おい、結果的に肩がグリーンってなってるわ。荷物落とさんとあかんからさ。あ、荷物落とさんと。あ、すいません、私ぼーっとしてて。いえ、はい、どうぞ。 ありがとうございます。集めてるんです、セミの抜け殻。気持ち悪いよ。食べたらあかんねん。ちょっと待ってやな、ね。じゃあ歯に引っかかったとかいらんねん。そこのリアルな描写はいらんねんって。おい、いらん、いらんってそこは。ちょっと待って、いらん、鏡見てたから。いらんって、いらんってそこは。ん、そんな女の子見たことあるか。ない。ないやろ、うん、ない女の子演じんなよ。あ、そうか。大体手荷物ってフルーツって決まってんねん。フルーツ当たり前やろ。おい、盗み取るな、人のところ。鳴ってるフルーツを盗み取るな。おい、買ったやつ持ってこい。あ、すいません、私ぼーっとしてて。いえ、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いっぱい出会うな。おい、そっちとうまくいくなよ。おい、ちょっと待ってて。おい、プライベートの欲求をネタで消費すな。やれ、俺とだけ出ようて。あ、すいません、私そっちで出会うな。行くな言うてんねん、そこで。おい、ほら、妖艶な感じで行くな。おい、見ろ、怒ってんねんぞ。おい、なんで切ってんの。おい、まだ足らんか。なあ、だからもう普段でけへんからってな。こういうとこでキスとかすなよ。あ、そうか、うん。じゃ俺と出会わんとあかんからさ、やれよ、ちゃんと。いらんて。お前ばっかりキスずるいやろ。むっちゃ虚しいで。やれ、ちゃんと。あ、シャ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 。すごすぎるやろ、こいつ。何やその殺人みたいなやつ、ヒゲ生えてるやん。本当にジジイと出会いたい言ってるやん。綺麗な女の子と出会いたい。ええやんけ、お前こんな。あかんやん。あかんのやりたいって言ったらな、うん、こう車に轢かれそうになってる女性を助け出して、そこから恋愛に発展するみたいな。あ、はいはい、はい。ドラマとかであるやろ。そんなんやってみてるから。じゃあ、お前また女の子や。轢かれたやん。轢かれる女の子。危なーい。危なかった。避けれたらあかんねん。セーフ。セーフやないねん。俺が助けない意味ないんだから、そこで恋に発展するの。危なーい。逃げて。あっちか。誰がや。揉まれた。命助けてんねんから、お前乳ぐらい我慢せよ。どっちがいいに死ぬか父か。お前に触られるぐらいやったら死んだ方がマシだ。助けてんねん、やれちゃんと。痛かったよ。やれ。危ない。逃げて。大丈夫ですか。 ありがとうございました。そっちに引かれるね。そうだったら俺対抗車線に押してるから俺が犯罪者になるやろ。ああ、ピクピクするな。おい、助けてんねん、ちゃんとやって。
大丈夫ですか？すいません、ありがとうございました。ちょっと待っててくださいね。おい、コロナ、お前どこ見て走ったんじゃん。ヤンキー、おい、バカコロナ、出てこい、コロナ。おい、来い、ちょ、出てこい、バカコロナ、おっさん、おっさん来い、おっさん、おい、おい、今何本あんの、今何本あんねんつって、おい、今何本あんねんつって。何本やねん、1万、もうちょいや、もうちょいあるやろ、もうちょいあるやろ、お前。おら、あと3万あるやんか、お前、よこせ、よこせ、ボケ、アホ、コロナ。二度とか俺の前に出てくるボケアカスアホお願いします。チャーシュー巻きまよ。怖い怖い、行きまよ。困る、普通の女の子や。危ない、時を止まれ。おお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 ああ、その達人のジジイとは出会いたないの。違うわ、何やねん、ばっかりな。あとやっぱり一番出会いたやつからな、うん、あの急な夕立とかで雨宿りしてる時に言うたらびしょ濡れになった女性と出会うみたいないつの時代やねんそれ、お前。何がやねん、雨宿りって興味なかなかないよお前。だってすぐそこにコンビニな、あ、至る所にコンビニやねんから、みんなすぐ傘買って、お前みんなそれで帰る、お前安いで、母さんも今、ああなあ、すぐ帰る、お前500円もったらすぐ帰んねんから、それすぐ帰る。コンビニ内設定で行こう、それ頼むわ。無理ないんか。ああ、うわ、急な雨や、最悪や。はぁ、なまらしゃっこい雨出すな。なまりすぎてるよ。しゃっこい。あ、じゃあ待て待て待て。しゃっこいから。しゃっこいってないよね。うん、何そんなまってんねん。それコンビニないねんから相当田舎やろ。勝手に決めつけんねん。結構な田舎やと思う。ええねんって、もう。もう普通でええから。ちょっとびしょ濡れになってたら向こうから走ってきてくれたらええから。うわ、夕立や、最悪や。お、通り過ぎてあかんねん。おい。何しに来てんお前。お前が走るで。出会うねん俺と。お前と出会った。当たり前やろうが。わあ、夕立ちや、最悪や。わあ、すごい雨、すっごい雨、すごい雨だ、すごい、わ、すごい雨。いや、チャンスチャンス、すごいチャンス、すごいチャンス。あ、そんな女嫌やろ、おい。すごい、おい、あー気持ちいい、あー気持ちいい。はい、しょ、よいしょ。おお、はあ、雨が溜まっていく、雨が溜まっていく、すごい雨が溜まっていく。飲むな。タイプ食いつくな、そんな女俺に食いつくな。よかったら、いらん、何してんねん。そんな女なんか見たことないやろ。でもお前にはなんか釣り合ってる感じやけど。どこが釣り合ってんな。お似合いな感じやけど。普通の女の子や。ああ、最悪や。ああ、すごいやね。あ、どうも。どうも、ただいま。おい、どこでお前やどりしてんの。お母さん聞いて、家の前にストーカーみたいな。誰がストーカーや。おい、どこのドイツか民家のとこでお前雨宿りすんねん、お前。違う、普通の女の子、そこはもうなんか、ほんでな、あの洗濯物干しっぱなしなんですが、言うてこい。私最悪です、洗濯物干したままなんですよ。僕なんか布団干しっぱなしですよ。最悪ですね、うん、でも何が一番最悪って、この状況ね。ひどすぎる。お前ひどい、それは。そんなこと言うたらあかん。ひどいひどい。そんなこと言うたらあかん。そこはほんでな、びしょびしょになっちゃった。びしょびしょになっちゃいました。よかったらこれ着てください。ありがとうございます。臭ないねん。何鼻つまんでくれてんの。感謝せえ。ありがとうございます。でも寒くないですか。僕は全然大丈夫ですよ。でもせめて下ぐらい履いてくださいよ。なんで履いてるの。なんで俺スポンポンだ。お母さん、そうかじゃぞ、お前。お前全裸で甘えてる、完全に危ないやろ、お前。今こういう会話をしてたら急にゴロ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 。あら、野良猫。雷に決まってるやろ。この流れで言うたら雷に決まってるやろが。ほんで急な稲光でな、女の子がびっくりすんねん。あら、やだ。市原悦子か。あんな風にはびっくりせえへん。キャーや、キャー。キャー、怖い。あ、すいません、ね。私、あの、雷とかすごい苦手なんで。可愛いですね。雷が苦手だなんて。財布を盗むな。今すり寄った時に財布盗まんでんねん、お前。そこあれが可愛いっつってねえからな。照れて話をそらす。カッパの存在って信じてます。何でそらしてんの。おお、なるか、お前。そこ、夕立ちって最悪ですね、夕立ちって最悪ですよね。ほんと、頭にきますよね。酸性雨ですから、頭皮には悪いですよ、ね。誰がリアルに。カチンと来るな、っていう話や。ほんと、頭にきますよね。でも、僕今日ばっかりは、夕立ちに感謝してるんですよ。あなたみたいな綺麗な女性と、話すチャンスが舞い降りたんですから。外は土砂降りですけど、あなたが現れたかというもの、僕の心はずっと晴れてるんです。あなたの笑顔という虹がかかってるんですよ。やめてくださいよ、芽生えちゃうじゃないですか。殺意が恋心。あの
さ、うん、お前ってラーメン好き？まあラーメンあんま食べはせえへんけど、食べてんの見るのが好きかな、うん、変な人食べてんの見るのが好きな。うん、いやそら学生の時はさ、あの、うん、めちゃくちゃラーメン食べてたけどさ、うん、ラーメン食べすぎてさお腹壊してもうてさ、うん、それからもう見る専門かな、うん、野球とかで言う時の話だよあの学生時代野球やってたけど肘壊してもうてからそれから見る専門とか、あのスポーツで言うやつやから。いやさすがにさ、その若者がさもう綺麗な汗流しながらさ、うん、ラーメン食べてるの見たらさすがに久々食べたくはなるけど、うん、食べろや食べれんねんからラーメンなんか。いやもう無理やな、スポーツのやつやねその言い方は。でも俺もラーメン好きでないよく食べに行くねんけどさ、はいはいはい、あれテンション下がんのよ。何何あの頑固親父。あー分かる、テンション下がるわ。あれ味美味しいか知らんけど不愛想でな、この何してんねんと思ってまうねん。はい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 。あお前やったよ、あの食べログの口コミにそういう悪口書いてる。違うわ、なんで俺も常連クレーマーやねんお前は。違う違うよ。でこの前もな、こうラーメン食べに行ってさ、はい、ラーメンの写真撮ってたらな、頑固親父にキレられて、うん、めちゃくちゃ鬱陶しかったよ、はいはいはい、つまり今日はあれやろ、うん、あの俺にあの理想の接客をするラーメン店やってほしいってことやろ、うん、あそんなの頼んでるんじゃないのよ。わかりました、これが以心伝心ね。あすごいズレてるよズレにズレまくってるから。井上様、ひとときのラーメンライフお過ごしください。急にどうしたこいつ、おいなんやねんおい。これは僕がラーメンで幸せをする物語、うん、ドラマみたいなの始まったけど、これ何なんこれ。申し遅れました、僕の名前はフードをはじめ。フードをはじめ、逆から読んだら一風堂やん。おいすごいなこいつ、そういう話なんこれ。今日はここ銀座一等地でラーメン店がオープンする。その名もすすられるよりもすりたいマジで。ダサー絶対キンキキッズに影響受けてるやんこれ。このお店の一番の特徴といえばやっぱり一日お一人様限定ということだ、うん、バカなんかお前そういうのは料亭とかでやんねん。ラーメンでお前一日一人って絶対赤字やで。一日お一人様限定で究極の一杯を味わっていただくこと、これにこだわっているため、なんとお値段は少し高めに設定してある。あもうじゃあお金持ちをターゲットにしたら結構法外な値段を取るラーメンやか。お値段を聞いたら、うん、ふざけるなという方もいるかもしれませんが、うん、私は自信を持って言う、うん、お値段なんと1300円。ふざけんなよお前銀座の一等地やぞお前、もうすぐに閉店やでこんなもん。さあ今日はこのお店を予約してくれた方が井上裕介様という方です。待て、そう皆さんご存知ノンスタイルの不死身の方だ。誰が不死身の方や俺だって傷つくことあんねんお前。そろそろ井上様が来る時間なのだが。いやもうむちゃくちゃやん俺、コントの中から招待状届くことってある？いややらへんで俺やらへん。ピロン、あ井上様からだ。えもう店の前にいる。ガラ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 、いらっしゃいませ。最悪や、最悪や、コント内に拉致られた。いらっしゃいませ。あどうも井上様です、はい、ご本人確認の方させていただきます。本人確認、それではですね、一時プロフィールにですね、はい、身長165センチと書かれていましたが、はい、実際のところは163です。にもかかわらず、はい、最大でサバを読んでいた時期の身長は何センチでしたか？168です。ご本人確認取れました。何の確認なんだよ、生年月日とかでええでな。はい、それではですね、究極の一杯を堪能していただくために、はいはい、わざわざ早朝5時からありがとうございます。朝5時？朝5時にラーメンなんか食べたないねんけど。やはりラーメンを美味しくいただくための調味料の一つといたしまして、うん、空腹というものがございます。いや、分かるけど。はい、ですのでですね、あの前回のその食事からなるべく時間が空いてる早朝を選ばせていただきます。いや、それ夜でやってくるよこれお前、はい、朝5時なんか締めのラーメンやんけこんなん。大丈夫です、あのこの後しっかりお腹が減るようにします。そうな。はい、それではまず店に入る前ですね、うん、あの店頭の方で、はい、ラーメン体操第一の方をやらせていただきますので。え、なんですか？ラーメン体操第一の方を聞いたことないし、やったこともないんですよ。私の真似をしていただければ、はい、大丈夫です。真似すればいいんですか？はい、じゃあそれではいきますよ、はい、それではラーメン体操第一、元気に始めましょう。まずは、まずはチケットを購入する運動。チャリン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 、大盛り味玉。何この運動、この運動何？え、店前でこれやらなあかんの？中に入る前に。はい、3、はい、チャリン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 、大盛り味玉。
ノンスタイルの井上さんですよ、ね、顔刺されたやん。めちゃくちゃ恥ずいねんけど。さあ続いていきますよ。続いては店内の雰囲気を味わう運動。何なんその運動な。1、2、3、4、綺麗な縮れ麺。これやらなあかんなあ、これやらなあかんの。はい、1、2、3、4、綺麗なバイトの子。ストーカーやん。店の外からこうやってもうバイト見てたらストーカーやんか。それでは最後に麺をすすってスープを飲み干す運動。でもええねんけど、こんなんずるずるずる、器を持ってゴクゴク。すごいことなってる。大丈夫、スープ全部いってもうてるで。はい、ずるずるずる、器を持ってゴクゴクゴク。ストリートパフォーマー。うわ、日本のパフォーマーと勘違いされてる。やべえ、ジャパニーズヌードルパフォーマー。いやいや、拡散せんといて、世界に拡散せんといて。はずいはずいはずいはず、もう中入れてよ。さあそれではあの店の方に入っていただきまして、じゃあ早速作りますんで、はい、やっとやんか。こちらが究極の一杯になります。これが究極の一杯ですか。はい、それではこちらの方、はい、ご堪能くださいませ。誰に渡してんねん。おいおいおい、なあ、おい、もう一杯ありますね。いや、もう一杯やなくて。ご堪能くださいませ。このお店、お前一日一人の限定のお店やろ、はい、知らん二人組おるぞ。こちらの二人はですね、お客様井上様にですね、より美味しくいただいてもらうためだけに雇った二人でございます。どういうこと。はい、やはりですね、ラーメンを美味しくいただくための調味料の一番の調味料といたしまして、じらしでございます。いや、わからんでもないけど、はい、いや、もうええって、もうすっと食べて帰りたいね。この2人が美味しそうにいただく様を存分にご堪能くださいませ。なんで見なあかんねん、そんなんな。じゃあ朝の5時からよ、おい。めちゃくちゃラーメン食べたいんですけど。朝の5時にこんなラーメン食べたくなった初めてやねんけど。お味の方はいかがですか。ラーメン界のビッグバンヤー、まゆー。一流グルメレポーター2人来てる。お、すごい、2人がうなってる。はい、帰らばどうぞ、帰らば。マジで、うわ、食べたい、食べてくれラーメン。俺もすすりたい、すすりたいから食べさせてくれ。お客様、お気持ちはいかがですか。いや、食べたいよ。やはりすすられるよりもすりたい、マジでですか。そこが由来やったんや。キンキキッズ関係なかった。いかがですか。すすりたい、すすりたい、すすりたいですか。わ、うん、かりました。それではこちら、こちらの方をつけていただいて、こちら VR でございますんでね。 VR? はい、いかがですか。え、今あなたは究極の一杯のスープの中にいますよ。頭おかしなるわ。もうよ、さあ、どうもお疲れ様でございます。じゃあ楽しんでいきましょうね。いきなりなんですけども、はいはいはい、運命的な出会いっていうのはね、これドラマがあってない、かっこええなと思うね。いいですね、確かに。だからみんなもね、運命を掴んでいかんと、諦めたらあかん。誰もがドラマの主役になるね。むっちゃかっこいいこと言うやん。かっこよすぎるやろ。こんなかっこいいこと、どんなかっこいい人が言うてんねやろ。わお、がっかり。誰がよ。中の下、中の上や。いやいや、はっきり言ったら下の上です。誰が下の上や。ちょっと運命的な出会いっていうのをやりたいからさ、はいはい、肩と肩がぶつかって、このな、あの荷物を落とすみたいな、やりたいのやってくれよ。死んでばあ、それやったら。ああ、あかんあかん。歩いてきてくれ。あれ、うん、お、強いな、おい。強い、強い、強い、強い。それちょっと強すぎるわ。ゆったり、ゆったり入れたらば、うん。あ、すいません、私、ぼーっとしちゃってて。はい、どうぞ。すみません、集めてるんです、セミの抜け殻。気持ち悪いよ。食べたらあかんの。手荷物、果物でいこう、果物。うん。盗んだあかん。買ったやつ持ってきて。うん。すいません、私ぼーっとしてて。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いっぱい出ようとあかんの。なんでそっちでうまくいくの。俺にだけでやって。あ、すいません、私ぼーっとしてて。そっちで出会うなよ。だ、うまくいくな、俺と出会うの。あ、シャ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 。凄すぎるやろ、おい。こんな殺人みたいな女の子おらへんやろ。ええやんけ、お前こんなの。こういう出会いよりな、でもドラマでかっこええっつったらね、やっぱり、うん、あの友情ドラマってな、かっこええやんか。いいですね、はいはいはい。だからみんなに分かりやすくするために、うん、ほんだら例えばね、うん、俺とお前がこう親友なわけやな、うん、例えばの話ね。皆さん、例えばの話ですからね。今から
から二人は親友という形であの話は進めていきますけども、実際とは異なります。嫌がりすぎやろずっと聞けよ、はい、俺が親友なわけよ、うん、俺には長い間片思いしてる女の子がおんねん、うん、でもその女の子は実は石田のことが好きなわけよ、うん、で石田は俺の気持ちを知ってるから言わんかっただけで、実は石田もその女の子のことが好きなんや。三角関係や。でもその女の子には夢があって、うん、夢のために海外に旅立ってまうねん。飛行機が飛び立つまで1時間、この1時間の間に男の熱い友情ドラマが生まれんねん、うん、もう一回言うて。なんでわからんねんさっぱりわからん。あっ、がっちり説明してんから。俺はな、公園におるから、うん、ちょっと話しかけてこいや。井上、こんなとこに何してんねん。何がやねん。服着ろや。俺何してんねん。俺はええから、お前だけでも服着ろ。俺なんで公園で全裸で立っとかなあかんの。ズボン上げろ。うん。服は着てるから。井上、こんなとこに何してんねん。何がやねん。何がやねん。ちゃやろ、床フランスに行ってまうねんぞ。わかってる。はよ止めに行ったれや。はよ止めに行ったれや。あいつパスポート持ってへんねんぞ。アホやないか。はよ止めに行って。服着てんねん。ズボン上げろ。脱がすな。井上、こんなところで服着て何してんねん。言う必要ないやろ。らしくないやろ。どういう意味。そうなったら今日たまたま着てましたみたいになるやろ。常に着てます。井上、俺の服知らん。なんでお前服着てない。どっかで見たことある。盗んでないの。ちゃんとやれや。井上、こんなところで何してんねん。何がやねん。何がやねん。ちゃうやろ、人んちの風呂場で。俺何してんねん。お前友情話どっちか全裸じゃないとあかん。そんなことないよな。やろうぜ。おい、すっぱだ顔。井上や。何すっぱだ顔って。ちゃんとやれ、ホワイトポッキー。こらお前には伝えなあかんことがあるやろ。言うとこ。お前にはちゃんと伝えなあかんことあるやろ。ちゃんと伝えてこいや。好きやって。お前の方こそやねん。知ってんねんぞ。お前もゆかのことが好きやって。お前の方こそゆかに気持ち伝えなあかんのちゃうんか。それに悔しいけど、ゆかもお前のことが好きらしいしな。だからお前が好きって伝えてこい。ほら、石田、受け取れ。パシャ。生卵投げへんわ、おい。なんでこの絵師で生卵投げんの。バイクのキーや。石田、受け取れ。負け犬。井上や。何急に見下してんねん。井上です。井上、はよ行ってこい。一応バイクに二人分のヘルメットは積んどいたからな。何泣いてんねん。泣きたいのはこっちの方や。手遅れなら前に優香抱きしめに行ってこい。井上、井上、俺免許持ってない。細かいこと言うなや。免許持ってない。いや、いいやん。それにちょっと酒気帯やし。知らん。お願い乗っけて。なんで乗っけてくれないの。お願いよ。来てんねん。しつこいな。さっと行ってくれたらいいから。あ、お前が行った後に俺が公園で一人や。はあ、何やってんだろう俺。お人よしにも程があるよな。ま、石田にだったら、ゆかのこと任せられるしな。石田、ゆかを絶対、幸せにしろよな。一方、その頃、空港では、ゆか、井上がゆかのこと好きとか言ってたで、気持ち悪い。ひどすぎるよ、おい。一方、その頃、アメリカでは、井上、キモ。なんでそうなんねん、お前、アメリカで。一方、その頃、井上は、すいません、次からちゃんと服着ますんで。捕まらへんねん、俺は。服着てるっつってんねん、お前は。こういう熱い友情ドラマを見たらな、女の子は、井上くん、かっこいいってなんねん。やるわけないやん。井上さん見てかっこいいって思うなんか、椎茸見て、おしゃれって思うんですよ。何と一緒にしてんねん、お前は。全然違うやろ。なんですか、井上さんってもしかして自分のことをかっこいいって思ってらっしゃるんですか。ははこれは傑作だ。バカにしてんのか、お前は。ええ、それより聞きまして。いいして、ゆけること、冷え打ちにひるいね。あはははよっ、鳥肌製造系。何を言うてんねん、おい。どうも、ノンクルです。ちょっといきなりやねんけど。はいはいはい。俺とさ、うん、お客さんの関係ってな。はいはい。ウィンウィンやと思うねん。お、謎の間がありますね。何だよ。いや、ほんまにそうやないかい。あ、そうですか。俺は舞台上からな、お客さんにこのラブのプレゼントをして、お客さんは客席からさ、キュートなスマイルを送ってくれるわけやん。おー、これか。あ、これが噂に聞く言葉を失うっていう状況。何だよ。いや、ほんまにそうやないかい。今なんて言いました。だからラブのプレゼントをしてキュートなスマイルをもろてんねやんけ。見てみ、お前ビターなスマイルやねん。苦笑いやないかい。
ギターもギターやぞお前。いやでもほんまにそうやんか。こう漫才師としてはさ、こう舞台の上が一番輝いてる場所であるやんか。まあそうですね。だからさ、こう舞台の上で死ねたら本望やなと思うねん。確かにそれは俺もほんまに思う。うん、80歳ぐらいまで生きてさ、うん、お金もめっちゃ貯めれて、孫の顔も見れてさ、後輩たちにもめちゃくちゃ尊敬された上で舞台の上で死ねたら本望やん。欲深いなお前。えらいやりたいこといっぱいあったぞお前。舞台の上で死ねたら本望、それだけで映画なん。いやでもさ、まあ、リアルに考えてみ、うん、なお客さんからしたらさ、たまったもんじゃないよね。何が？だってお前こっちは笑いに来てんのに、なんでブルーな気持ちで帰らなあかんねん。いやまあまあ確かに。こっちは金払ってんねん、何死んでくれてんねん。お前絶対地獄行けよって話で。どこでスイッチ入ったんやお前。絶対何があったんやんこれ。絶対そうなんだよ。いやまあ確かにお客さんもそうかもしれんけどさ、はいはい、これ横におる相方、これめちゃくちゃ焦るで。あ、そう。こう漫才出てきたらバタって倒れてまうねん。あ、確かにちょっと想像してみていい？うん。すごい笑ってる。あ、すごい笑ってるやん。あ、ごめん。ごめんごめんごめん。よう笑えたのこいつ。あ、いやでもだから万が一の時のためになんかシミュレーションやっとこや。あ、シミュレーション。あ、だから俺が出てきて俺が倒れるから、うん、ちょっと対処してみて。頼む。上。倒れてくれてほんまにありがとう。気悪いな。すごい気悪い。さあやろうぜ。あ、ノリノリやなこいつ。さあやろうやろう。めちゃくちゃノリノリやん。やれやれ。じゃあやろうか行こうか。どうもーのせるでーす。ありがとうございます。また。井上。おい井上。まあ一人で頑張ってから。切り替え早いね。おい。いやでも葬式ってめんどくさいですよね。おいおい、テーマ、テーマ。なるべくやりたくない。ネタのテーマ。なんで横で相方倒れてんのにいきなりピンネタで葬式のネタ始めるんだよ。ええわけないやろ、ちゃんとやって。どうもー、どうもー、のせるでーす。ありがとうございます。また。おい、井上。おい、井上。大丈夫かお前、大丈夫かお前、いやいや、おい大丈夫かお前、ガッツポーズ出てんねん、大丈夫かガッツポーズ、大丈夫か、出てる出てる出てる、すごい喜びが溢れててもうてるから、ちゃんと頼む。どうもー、のせるでーす。またう、またお前も倒れたあかんねん。二人とも倒れてもたらお客さんどうしたらいいになるやろ。俺が倒れてお前は焦ってくれていいから。どうもー、のせるでーす。ありがとうございます。また。おい、井上。おい、井上。どうしよう。どうしよう。この後予定あんのに。何に焦ってんねん、おい。どうしよう。おにぎりパーティーあんのに。何や、そのパーティー。ガリガリだらけのおにぎりパーティー。しょうもないね。なんでガリガリ集まっておにぎりのパーティーするの、お前。違う、ちゃんとそこは心配してくれなきゃから。おい、井上、大丈夫か。石田。生きてんのか。そういうこと違うねん、おい。突っ込むとこちゃうからちゃんとやって。こう言うてたな。あ、おい、嘘やろ。おお、おにぎりが丸ごと。出てくるか、おい。ボコ。ボコ。血吐いてんねん、ちゃんとやれ。あ、うわ、嘘やろ。井上、大丈夫か、お前。口から血吐いてるやん。ちょっとついてるやん。多めに見ろや、おい。一大事やぞ、お前は。我慢せよ、それぐらい。うわ、井上、大丈夫か。お前、口から血吐いてるやんけ。うーわ、ちょっとお客さん拍手せんねん。盛り上がんのよ、おい。すんな拍手。なんでお客さん盛り上がってんねん。ちゃんと対処して。ああ、お客さんの中に。そういうやつ。送り人おられませんか。死んでもうてるやん。送り人来たらもう死んでる時やから。お医者様。お客さんの中にお医者さんはおられませんか。あ、私、医者の端くれですか。え？井上？あ、違う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 。バカなんか、お前。二つ。おい。今漫才師が別人を演じてるという高等テクニックゾーンや。高等テクニック。そうや。あ、そう。医者やってるから。医者さん、はい、最近井上さん調子が悪かったとか言ってませんでした。いや、ずっと調子が悪いって言ってました。人気がめっきりなくなったって。そんなこと言うか。じゃそんな話をしてんじゃん。そんなことより井上を見てください。綺麗な死に顔でしょ。死んでるやん。まだ死んでない、生きてるから。え、生きてる。ああ、よかった。お客さんブーイングすんねん。どういうつもりや。生きてるからってブーイングなしよ。どんだけ家に生きてたらもうそれどうなんですか。どうなんですか。医者って結構儲かるんですか。何の話してんねん。どれぐらい給料もらえるんですか。その給料一月分でどれぐらいおにぎり買えるんですか。おにぎりはええわ。おにぎりはどうだってええから俺のこと聞かんか。あの井上はかなり危険な状態です。嫌われすぎて。そういうこと違うねん。ギリギリの状態でってことや。じゃあ医者さん、私が応急処置をしますんで、医者様救急車呼んでください。あ、でも僕携帯楽屋に置いてきたんで。じゃあこれを。あ、ありがとうございます。フリスク渡すかお前。なんでこのタイミングで講習気にすんねんお前。携帯電話渡して。携帯電話ありがとうございます。あ、公演中は電源切っといてください。真面目かお前。今言うてる場合ちゃうねん。さっと電話せえや。あ、すいません、あの TT ホールに救急車1台お願いします。え、何があったかって。来てからのお楽しみ。もったいぶるだよ。俺の状況伝えて。相方が急に血を吐いて倒れたんです。だから救急車1台。はい。あと、できればいいんで、コンビニ寄れたら、おにぎり買ってきてもらって。もうええわ、おい。どんだけおにぎりのことで頭いっぱいやねん。ええから。携帯ありがとうございました。このご恩は、なるべく忘れません。一生忘れんなよ、お前は。そんなことより、井上は。無理なんですか。
生理的に。違う違う違う。そんなこと言ってんちゃうん。手遅れっていうことや。手遅れ？そうや。お客さんウェーブすんねん。なんで？すごい盛り上がってねえお客さん。だからお前、井上目を覚ませや。あ、井上目覚ませ。お前は決してかっこよくないぞ。そういう意味で言うてんちゃうねん。お前にはやり残したことあるやろ。お前にはやり残したことあるやろ。俺への謝罪とか、俺への財産分与とか。なんでそんなことせなあかんの。俺一人やり残してどうしたらええねん。俺一人だけ残ってどうしたらええねん。職失うやんけ。リアルなこと言わんでええねん。食いっぱぐれるやんけ。もっといっぱい稼ぎたかったのに。もっといっぱい稼いで、おにぎり買いたかったのに。でもええねんだから。どんだけおにぎりのことばっかり言うてくんねん、おい。じゃあええねんそこは、おにぎりのこと忘れたらええから。おにぎりのことは忘れる。そうこう言うてたら俺が石だ。井上、井上、お客さんスタンディングオベーションせんねん。盛り上がんなってもうええよ。どうもありました。あのちょっといきなりなんですか、なんですか。やっぱ学生時代これクラブ活動とか良かったなと思うんだ。まあ、部活良かったですよね。俺なんかこんなクラブやつ、おい、もう一回やって。むっちゃ背高いやつに、なんでやねん。何言うてんねん、お前。なんでやねん。何部や、それ。身長高いやつにツッコミ部。ないわ、そんなクラブ。バスケットボール部に決まってるやろ。バスケ部やってたんですよ。僕はちなみに野球部やってたから。あ、そうなん。結構野球うまいんですよ。見てください。いいですか、ちょっと。あ、ええやん。投げ方どうなってんの。ああ、そうそうそう。取るまではええねん。投げ方やねん、問題は。ピッチャーもやってましたから。ええ、そこじゃないね、問題は。うん、そう、どうでもよくて、リリースどこや、おい。すごい状態やな、おい。ねえ、野球得意ですよね。でも野球部で何がええって言ったらさ、はいはい、野球部のエースがな、こう肘を痛めてさ、はい、野球部やめなあかん、はいはい、それをね、熱く止めに来るこのキャッチャー、これ物語やったらかっこいいやん。かっこいいですね、うん、だからちょっとこれやってみてください。俺熱く止めるキャッチャーやるから、 お前野球部のエースやって言われる。野球部のエース、うん、お前はね、汗と涙が染み込んだグローブ、うん、このグローブをゴミ箱に捨てて物質を出ていく。そこを俺が止めに行くから。オッケー。ポイ軽いわ。おい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 、すぐサッカーに転向すんなって。おい、違うやん。じゃあお前野球9年間やってたんやろ。です。いや違う、これ汗と涙が染み込んだグローブゴミ箱に捨てんねん。うもうちょっと気持ち込めて物思いにふけてくれよ。気持ち込めて。そうや。だから、おい、サッカーに行くなって。おい、めちゃくちゃ活躍してるやん、サッカーで。おい、すごい中心選手になってるやんけ、お前。え？ポイって言うな。ポイ。そういうこと違うの。音程問題で怒ってん、違うの。気持ち込めてゴン箱にグローブつけて、捨てて、ほんとカバン担いで出てくれてやから。担ぎ方、おい。おばはんがスーパー行くんちゃうねん、おい。もっと男らしく担がんかい。いや、じゃあ待てや。キャッチャーポジションで言うなよ。いや、キャッチャーではあんねんけどさ、長年組んだバッテリーなんか名前で言うてくれよ。いや、コロコロでもないねん、おい。井上、旅行気分か、お前は。違う、止めに来てんねんから、ちょっと先見たらボストンで来いよ。ガチャ、待てや。キャチャウエ。井上や。チャースケ、すまん。ユウスケや。俺、キャチャウエ、チャースケでやってないの。井上、ユウスケやから、ちゃんとやって。ガチャ。おお、ナイスタイミング。ありがとうやないねん、おい。いや、違う、そのタイミングよく開くか、おい。止めに来てんねんから、ちゃんと止まれや。ガチャ、待てや。井上。どこ行くねん。もう練習始まってんぞ。おい、どういうつもりや。こんなとこにグローブ捨ててどういうつもりや。いや、それおむつやけど。間違うか。お前、これ監督のおむつやけど。なんで監督おむつ履いてんねん、おい。まあ98歳やめさせたれよ、お前。そんなグローブ突きつけてんねん。だからそのお前は、俺野球やめんねん。俺野球やめんねん。気持ち込めろや、おい。もう、いやいやいや、棒読み半端ないな、おい。なんかの、なんかの、なんかのしんどいね。理由むちゃくちゃやな、おい。気持ち込めて言うてきて。俺野球やめんねん。何やねん。お前だって知ってるやろ、サッカー部の方がモテんねんぞ。動機不順やわ、おい。いや、そうか、お前だって知ってるやろ、肘痛めてんねん。お前だって知ってるやろ、俺肘き痛めてんねん。何の話してんねん、お前。なんで俺肘き痛めてんねん。知らん。肘きなんかどう考えても似るもんやで。なんで肘き痛めて野球部やめなあかん。痛めて
何肘や肘。俺肘痛めてんねん。医者が言うにはあと2日で治るって。頑張れよおい。2日やろなんとかなるやろお前。そんな治らへんねん。医者が言うにはもうピッチャーとしてはやっていかれへんて。確かにお前もう投げることはできへんかもしらん。でも打ったり取ったりできるやんけ。おっしゃる通り。納得したらあかんねん。おいおい、違うやん。そこは否定してきて。ざけんな。ピッチャーとしてやってくれへんねんぞ。確かにお前もう投げることはできへんかもしらん。でももう打ったり取ったりできるやんけ。ふざけんな。俺は今までピッチャーとしてやってきたんじゃ、そんな格好に言われなきゃいけんか。ふざけんな。おい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 、殴られろ殴られろお前。殴ってんねん。そんな風にやってるか。殴ったら殴られんとじゃ決まりやろ。そんな格好にまでできるか。ふざけんな。お前は誰よりも野球を愛してると思ってた。それは俺だってお前とバッテリー組んで甲子園行きたかったよ。でもしゃあないやんけ。簡単に野球捨てんなよ。一緒に野球やるや。訴えさせてもらいます。最低じゃん。もうドラマでした。最近ね、はいはい、言いたいセリフってのがお、何ですか何ですか。時代劇のさ、おうおう、安心せえ峰内じゃ、これ言いたい。言いたいの、言わせてあげる。Repeat after me。 安心せえ峰内じゃ。そういうことじゃん。そういうことじゃん。そういうことじゃん。Repeat after me。 安心せえ No せえ。だから言う思ったら言えるからさ。そういうことじゃなくて、うん、言うにあたってこう前振りとか、ね、ああ、子供の頃から夢だった、叶わる夢だと思ってた、でもやっと夢、その夢が今日叶います。それでは言っていただきましょう。井上雄介さんで安心せえ峰内じゃ。演歌歌手かよ。何泣いてんねん。ね、違うやん。言うやったらかっこよく言いたいねん。 Ladies and gentlemen、 安心せえ峰内じゃ。待て待て待てよ。逆に恥ずかしいわ、もうこんな感じで。言えろ、俺言うてないし、そうやったら。え、ちょ、俺がかっこよく言いたいってな。安心せえ峰内じゃ。ダサいダサいね。じゃあドラマのワンシーンとかあるやろ。安心せえ組峰内先生。うわー、わけ分かれへん。全く分かれへんかったやろ。お前も乗っかってたやん。お前が言うから。違うやろ、俺が言ったら時代劇のワンシーンでやりたい。ワンシーンの時代劇。そうそうそう、うん、夜中なんか俺が街中歩いてたら 4,5 人のやからに絡まれるわけやつ。で、その後どうなの。なんでついてくるの。お前お笑い下手か。アホ下手だよ。お前チャンピオンなれるか。ええー、ね、1位自分で言うな。そういうこと分かってる分かってるし、うん、違う、俺こっちでね、こっちで絡んでこいや。俺向こう行くから。当たり前だろ。あ、来たぞ。いや俺は無理やって、俺ビビりやん。お前行けや。俺無理無理やって、俺無理やって、お前絶対無理や。かかってこいや。おい何してんねん。ダラ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 、どこで行ってんの。はいはい、安心せえ峰内じゃ。適当にやろ。何適当にやってくれてんの。はいはいやらへんが。じゃあさっさと絡んでこいやボケ。ザザん、何やつ。お主峰内の神だな。名前が出てもた。名前に峰内って入ってるやん。価値流るかなくなるから、うん、ちょっとっ井上健志。お主井上健志。何笑ってんの。何をヘラヘラしてんの。井上健志って井上健志してるの。しょうもない。だいたい名字井上さん、それいじられてんねん。やめろそういうこと。そっとやれ。お主井上健志だな。お主に恨みはないが死んでもらおう。恨むんならお天道様恨むんだな。せいでせいで覚悟しやがれ。一人何役やってんねん。そんなやつおらへんわ。そんなやつすぐ切られるぞ。さあいっぱい俺の中の一人やれ。せいでせいでチョイス。なんでそいつ選ぶの。メインのやつ。お主に恨みはないが死んでもらおう。やった、むっちゃウケてる。そういうことちゃうわ。余裕の笑みや。皆者かかれキンブシ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 。近頃こういった一人遊びにハマる大人の男性が増えてますよ。それではインタビューしてみましょう。最近辛いことが何のことや。わけわかれへんやろが。俺が敵と戦ってんねん。お前もこうやってくんかい。ブシ腐ってるやー。無理や無理や無理や。俺ピッコロと戦ってんちゃうねん。刀で今回。ありゃー、峰内でお願いします。それ言うたらこの後にでも勝ちないやろ。ちゃんとやれ。ありゃー、う
後ろの木に刺さったとかいらん。細かいことすんな。さっさと切られに来い。やれ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 やなんてバルログみたいな爪でやっとんで分かるやろお前ストリートファイター取れんのやびっくりするやんけお前うわりゃあ気に刺さったとかいらんねんだからいらんだからさっさと切られに来いってね丸腰で来てどうすんのそれやそれを待っとったやさっきもそれを待っとるお前肩の持ってきたやろお前さっさとええねんちゃんと切られに来いボケ切られろ峰内さんいらんや峰内さん切られ切られろよ。うわーだー。わしは安心せえ。こんな時はオロナイン。何の宣伝してんの。峰内や言うてんの。ちゃんとやれ。うわーだー。わしは安心せえ。峰内ちゃうやろそれやったら。峰内や言うてんの。切られたあかんの。峰内や。うわーだー。わしは安心せえ。あ、峰内や。言うたあかんの。俺が言うからやって。うわーだー。武士は人兵武士は行人兵武士は信用武士はやわしょうもないこと言うたら何してんねん安心せ刀を持っていないアホやないか気だめろうわーだー武士大統領武士大統領いやいや俺は武士を言うてんねん何笑ってんねんお前俺は武数言うてんねん聞き違いな言うとるかもなさーってやれうわーだー武士は安心せ峰内じゃかぶんなもうどうも、ノーセルです。お願いしますちょっとね、あなたを見ててね、うん、俺思うことがあるのよ。何何タンポポ川村に似てる似てるけど。あ、確かに似てる。似てる、うん、似てるのは似てる、うん。いや、そんなことじゃないの。ないないない。いや、見てて思うのはな、うん、やっぱりあの、一刻前子供欲しいなと思うねんな。ああそうなんや、うん、あでもさ俺もお前最近見ててさ思うことあんねん。ほんと、うん、不憫やな。誰がやおい俺は俺で幸せじゃん。あそうやねごめんねごめん。確かにお前にはお前の幸せの形があんねんもんな。で俺たちには俺たちの幸せの形があるっていうだけ。家族感出してくんねんお前。何や今の。え出てた。出てるよ。ごめん俺あかん父ちゃんやわ。それ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 出てるって。あもう不要に笑われる。不要に笑われる初めて聞いた言葉。不要に笑われる。いやでもそんなお前の家族持ってんのを見ても思うねんけどさ、うん、やっぱ子供欲しいなって思うねん。いや言うても結婚してないやんけお前まだ。まあもう結婚せんでもいいからさ、うん、子供だけでも欲しい。お前それいろいろこじらせた OL が言うやつやぞお前。いやもうしゃあないやんけお前。考えてみろよお前。子供がこの10年後とかにもしできたとしてさ、うん、子供の運動会とか行ってみや、うん、おい井上んとこおじいちゃん来てんでとか言われるやん。確かにナルシストのジジイは嫌や。絶対嫌やわそれは。困るやろ、うん、だからもう早いこと子供欲しいなと思う。ああそうなん。そんなにでも早く子供欲しいんやったら、うん、じゃ あ, あの妊娠期間が1ヶ月しかないカンガルーがおすすめやけど。絶対嫌やわおい。なんで俺カンガルーとのハーフ馬なかんだ。1ヶ月しかないから嫌やわ。なるべく早く。いや早いかもしらんけどそこはお前人の子供が欲しい。そこはこだわんねや。こだわるやろお前。当たり前のことやないかお前。そうや。あでも最悪なできちゃった子でもええねん。まあ授かりもんですからね。そうそう。でできちゃった子とかやったらさ、うん、こう普通にデートしてる時によ、うん、こうなんか子供ができたんやって報告受けんのこれ結構ドキドキするやんか。 あすいません生二つで。あごめん今日は生やめとくわ。あそうなんや、うん、あじゃあ何飲む。日本酒で。酒豪かお前。何より強い酒飲んでんの。ソフトドリンク飲めよ。あごめんなさい私ウーロン茶で。えどうした。体調でも悪いの。うん。あじゃあ飲んだらええやん。じゃあ生ビール飲むな言ってんの。石弱いの。飲むなよバカタレ。報告してきて。あの実は話があるね。どうしてん改まって。実は私痛風なっておっさんかおい。それでお酒飲まれへん言うてんちゃうねんおい。妊娠の報告や。実は私、うん、ジェスチャーですんなや。気色の悪い口で言うてこい。実は私体内における受精卵の着床に成功したの。硬いな。授業の言い方やそれは。もうちょっと軽くでえわ。受精は軽すぎるわ。それはちょっと軽すぎる、神妙な感じで。実は私できちゃったみたいなの。マジで。うん。まああなたの子ではないんだけど。大問題やわ。俺の子供でないと大問題やねん。俺の子供でいいから。実は私できちゃったみたいなの。マジで。あびっくりするよね昨日出会ったばっかりなのに。俺の子供ちゃうわそれやったら。じゃあ俺の子供であってほしいから。そこなんかあの結論は急がないからみたいな。結論は急がないから産んでくれ。え産んでくれ。いいの。もちろん。ありがとう。
明子、結婚してくれ。それはやだ。断るなや、おい。よう、この流れで断れたな、お前。絶対やだ。そうやろ。お金だけくれればいい。すげえ最低なこと言うやん。違う、ええねん、ここはもう。でもさ、先に子供なんかできたら、お前な、義理のお父さんに挨拶しに行くなんて、これもう大変やで。まあ、確かに、修羅場。修羅場。それが生まれるかもしれんな。これ多分、この修羅場のこれ練習してるとかいいんちゃう。あ、修羅場の練習。オッケーオッケー。頑張って。うん。担当直入に言います。娘さんを僕にください。ええよ。認めたらあかん。認めたらあかん。ええ、あ、違う違う違う。結構稼いでるじゃん。すげえ円満、すげえ円満、すげえ円満やねん、絶対。修羅場の練習やろ。あ、修羅場。だから認めたらあかんから。頑張って。うん。担当直入に言います。娘さんを僕にください。いえ、僕にください。こいつ誰や、おい。いえ、僕にください。すげえいっぱいおる。いえ、僕にください。めっちゃおるやん。わしにじじいおる。あ、じじいもおるやん。すげえだ。いや、思ってる修羅場とちゃうねん。あの挨拶は俺だけ。あ、それ頼むわ。頑張って、うん、担当直入に言います。娘さんを僕にください。ダメだ。そこをなんとか。ダメなもんはダメだ。お父さん別にいいじゃないよ。あなたも私ともう半ば強引に結婚したんだから。お前は黙ってろ。黙ってろって何を偉そうに。偉そうにとはなんだ。誰に口を聞いてるんだ。何よ、あんたよ、あんた、何、あれだ、あれだ、あれだのが偉そうじゃないの。あんたやね、大黒柱に向かってなんて口の利き方だ。何が大黒柱よ、偉そうに。大黒柱って言うならもっとお金稼いできなさいよ。なんだと奥様、離婚だ離婚。そっちで修羅場怒ってんねん。おい、思ってるとこで修羅場が怒ってないから。俺んところで修羅場。頑張って。うん。絶対にここで決めてね。うん。返事ははいでしょ。何で決めてんねん、おい。何よ、うんってしょうもない返事して。そんな返事もろくにできないやつだけで、婚約解消よ。どこで修羅場怒ってんねん。いや、ここでもないねん。なんか、そう、お父さんだとみたいなれろ。頑張って。しつこいな。お前が頑張るよ、バカだれ。担当助教に言います。娘さんを僕にください。ダメだ。そこをなんとか。ダメなもんはダメだ。お父さん。お父さんだと。お母さんですけど。間違えるか、お前。なんでお父んとお母間違えんねん、お前。さ、君にお父さんと言われる筋合いはないで。うるさいの。娘さんを僕にください。ダメだ。そこをなんとか。ダメなもんはダメだ。お父さん。お父さんだと。君にお父さんと呼ばれる筋合いは今のところない。この先認めるやん。今のところって言ったらこの先認めてもらうから、あの胸ぐら掴んでくるとかそういうのよ。頑張って。まだ言ってんのか、お前は。娘さんを僕にください。ダメだ。そこをなんとか。ダメなもんはダメだ。お父さん。お父さんだと。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。聞いてください。お腹の中には赤ちゃんがいるんです。通りで。俺じゃない。俺のお腹の中じゃない、娘のお腹の中。君にお父さんと呼ばれる筋合いはない。聞いてください。お腹の中には赤ちゃんがいるんです。うちの娘のお腹のポケットの。カンガルーや、そうやったら。おいおい、カンガルーと結婚してモデル、そうなったら。普通の娘やから、そこも殴りかかってくるとかあるやん。なんだと貴様。お、死んでまう。死んでまうわ、そのレベルで殴られたら。もうええわ、もうそんなん。ほんで、この子供が生まれるってなったらさ、やっぱりこの出産の時には立ち会いたいよね。立ち会うのなんかね、難しいぞ、お前。まあ、確かに難しいね。この仕事してたらなかなか無理やで、お前。まあでもそこは仕事が終わったらダッシュでな、こう病院まで駆けつけるやん。ああ、そう。じゃあそのさ、あの駆けつけるところを練習しとくわ、お前。練習多ない。一漫才で3回も練習する。この妊娠の報告、うん、修羅場の練習、出産。しといた方がええ。やる3個もやっとかんと。お前はそれでなくても不可能に近いねんから。何やこいつ。まあええわ、やっといた方がいい。じゃあお前があの劇場の出番終わり、ああな、ほんならあの先に病院に行ってる義理のお父さんから電話がかかってくる。あ、オッケー、分かった。トゥルルルトゥルルル。はい、もしもし。あ、ゆうすけくんかね。あ、お父さんどうしました。お父さんだと。君にお父さんと呼ばれる。まだ言ってんのか、お前。しつこいの。子供生まれねんぞ。あ、もうすぐ生まれそうなんだ。わかりました、すぐに向かいます。いや、こっちが向かうよ。何の意味があんの。お前来ても意味ないから俺が向かうから。ああ、来る途中に買ってきてほしいものがあるんだが。何ですか。クロスワードパズルと豆知識の本。余裕やな、おい。そんな遊ぶ余裕ないから。今すぐ来てくれ。あ、わかりました、すぐに向かいます。劇場は後にすんねんな。お疲れ様でした。ああ、犬さんサインもらってもいいですか。え、待ち、ええよ。すいません、この間あの背中に書いてもらったんだ。ババア、こら、お前。裸のババアやろが点滴持った。病院に帰れ、クソババア。ノンスタ井上砂漠リッツな。いらんこと言わんでよ。クシャ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 。いや、来ちゃうもん。ええねん、来ちゃうもん。ノンスタイル井上さんですよね。何なんですか今。あの裸のおばあさんにこうやってやってますよね。いや、それもババアがいらんこと言うからやろが。ってか、来ちゃうもん。いらんねん。どっか行け。アホ。これはスケープだ。カチャ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 。ノンスタ井上おばあちゃん虐待、記者には暴力。嘘がすごいな、おい。全然そんなことしてんぞ、こっち。ブーン。次はないやねん。ブブー。おい、井上、嫁さん子供生まれんねやろ。お
何しだ。ここは俺に任しとけ。俺が先導するからついてこい。乗せろや。おい、マラソン大会か。おい、なんで車の後ろで走ってかなかんの。乗してくれよ。あ、井上乗ろう。石田、ええんか。当たり前や。だってお前には運転できへん理由があるやろ。いらんこと言わんでよ。おい、スッと乗して。おい、乗れ。ありがとうな。よし井上、俺はお前と違って安全運転で行く。さっさと行けよ。おい、子供生まれんねん。ありがとうな。この恩は絶対に返すからな。あの時の恩もまだ返してもらう。うるさいな。早いって。最悪や。歩いてるおばあちゃんに抜かれた、うん、めちゃくちゃ遅いやんけ車。歩いてるおばあちゃんに抜かれるレベルな。なんであのおばあちゃん上半身裸なんや。さっきのババアや。おい、サインもらえに来たババアやろ。裸のババアやったら、おい、引っ込んどれ病院に。ババア、なんかお前この間神対応したいとか。もうええねん、もう諦めも感じんや。諦めんねん。もう病院早く連れてかんかい。キキー、着いたぞ。美容整形外科。どこ連れてってんねん。なんでこの流れで整形すんねん。産婦人科。はい、着いたぞ。ありがとうな。はい、井上。420円。タクシーか。行ってこいとか出ない。行ってこい。ありがとう。ウィーン。おー、ゆうすけくんから。あ、お父さん、クロスワードパズルは買ってきてくれ。買ってない言うてんの。そんな余裕ないから医者出てきて。あ、井上さんですか。はい、元気な男の子でしたよ。生まれたあかんねん。生まれるとこに立ち会いたいから。まだ生まれんといて。ああ、うん、じゃあこちらの方に行ってください。ああ、はい、じゃあゆうすけくん、あとは任せてください。任せてください。カンガルーやな。やっべ、おとんカンガルーや。じゃあこちらの方で、あの、手洗いうがいだけお願いいたします。わかりました。すみません。ゴロ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 。早くついてください、ついてください。あ、はい、あ、すみません、あの、石鹸で洗っていただかないと。あ、すみません、お願いします。あ、それメンチカツです。なんでそんなもんあんねん。洗面所やろこれ。ここメンチカツ置き場なの。何やメンチカツ置き場。そちらの、あ、ありがとうございます。あ、結構丁寧に洗っていて、あ、ありがとうございます。あ、あると、あ、爪もね、あ、ありがとう。あ、結構手相、いい手相してますね。あ、本当ですか。ちょっと見せてもらってもいいですか。あ、はいはい、あの、趣味で、あの、結構手相やってまして、はい、すごい。あ、あ、結構すごいですね。あ、これユニーク線っていうのがあって、はい、これ、あ、ユニーク線めちゃくちゃありますよ。あ、そうですか。相当面白い。なんかそういうお仕事、まあまあ、芸人にやってますね。芸人やってます。そう、通りでそういう顔してらっしゃるんですね。なんでそういう顔って。芸人っぽい顔してらっしゃるんですか。うわ、すごい。でも、これ、うわ、これお金持ちになる。おんげー、生まれるな、言ってんねん、おい。おい、生まれる瞬間に立ち会いたい、言ってんの。うわ、引っ込んどれ、ガキ。おい、おかんの中に。おい、引っ込め犬、クソガキ。まだや、父ちゃんと会うのは。俺そんな台本書いてる。台本通りやろ。完璧に忠実に台本通りやってる。今日ここさっと行くよ。ええー、ねん、いちいちそんな。いいねー。ガキが生まれてくるからやんけ。ガキ出てくるところに会いたいねん、こっちは。まだ中や、おかんの宿に戻れ、アホ。いやー、どう、宿にもだ。じゃあこちら分娩室の方にどうぞ。ありがとう。ウィーン、どうぞ。はい、あ、お父さんですか。はい。あ、今お母さんはですね、母親になる準備の真っ最中です。はい。これからですね、出産にあたって井上さんが今まで見たことないような表情になりますが、それの心の準備は大丈夫ですか。あ、大丈夫です。本当ですか。わ、はい、かりました。今お母さんはですね、あの、体温の調節がすごい難しい時期になってるんです、はい、だからですね、できればですよ、できればこのうちわで仰いであげたり、タオルで汗を拭ってあげたりしてあげてください。わ、はい、かりました。あとは気を紛らわせるために手を握ってあげたり、腰をマッサージしてあげたりしてください。わ、はい、かりました。ちなみにビデオカメラ の充電の方大丈夫ですか。あ、それは大丈夫です。かといってビデオカメラに夢中になりすぎるのでは勘弁してくださいね、はい、なるほど。この間もお父さんがね、はい、あのビデオカメラの使い方がわからないって言って、でずっとズームになりっぱなしで、一体どこ撮ってんだよみたいなことに、もう結構盛り上がっちゃう。おんげー、生まれるな言ってんの。おい、長々喋りやがって。おめでとうやな、に立ち会いたいね。嫁こら戻せ、ガキを。あ、ないないせ、ここに子供ポンと。あ、嫁ポンや、中にキュッと息むな、キュッと締め、ここ戻してキューや。おい、ほら 100% 結婚できる。何がよ、おい。100、出産に立ち会いたいっつってんの。もう立ち会うとこやらして。じゃあお母さん頑張ってください、ね、頑張るよ、大丈夫だ、頑張ってください。もうすぐ生まれるからな、ね、もう両手両足出てますからね。すごい出てき方してる。鹿か、鹿すごい量。足短、何こと言わんねん。もう体重、生まれるとこやって。はい、じゃあ頑張るよ。生まれますよ、いきますよ、頑張れ。3、2、1、ハッピーバースデー。奇跡やわ、奇跡、奇跡。ハッピーバースデー。ケーキみたいに持つんやめて、うちの子供。それうちの子供やね。右手に持ってんのうちの子供やから。あ、へその方でビョンビョンすんのやめて。うちの子供やねんな、それ。
すっごいビョンビョンしてるからうちの子供やから。そこ生まれたらな、この赤ちゃんの泣き声がな、病院中にこだますんの。おにゃーおにゃーおにゃー、うわーかわいいですね、元気な男の子ですよ。あ、本当ですか。はい、お母さんですよ。おにゃーおにゃー、うわ泣きやんだ、やっぱ母は偉大やな。はい、それでこれがお父さんですよ、はい、パパでちゅよってるやん。めっちゃ嫌がってる。うわ、首座ってないのに首振ってる。すげえ状態。うお、やばいやばい。うわ、すげえ。無理や言うてるやん。無理言うてる、はっきり。チェンジしてくれ言うてる。チェンジ、チェンジ。チェンジ、チェンジ。めちゃくちゃ言うてるやん。チェンジ、あ、無理なんですか。チェンジ、無理。戻っていくな。いや、もうええわ。はい、ちょっといきなりね。はいはいはい、なんですか。あの仕事行くとき、うん、何使ってる。まあ強いて言うなら脚力かな。あ、そういうこと違うんだ。あ、ごめんごめん、まあ、はずれ、脳みそか、しばくぞお前。違う、移動手段に決まってる。あ、移動手段な、スケボー。見たことないわ。スケボーなんか乗ってへんやろ。まあ電車使うかな。あ、電車使ってんねやろ、うんうん、まあまあこの見てる人の中にも電車使ってる人おると思うけどさ、電車乗る人気ぃつけた方がいいで。いや大丈夫やんね、俺ら運転しないですもん、ね、そういうこと違うわ。違う、なんか最近電車でのトラブルがなんかこう増えてるらしいぞ。あ、確かに、うん、確かに俺もこの間喧嘩見かけたわ。あ、本当。あ、これもヘンリーとパーシーが揉めててさ、うん、まあゴードンが中に入ったから事なきを得たけどさ、うん、機関車トーマスやおい。唯一揉めててほっこりする電車やねん。リアルに乗客同士のなんかトラブルが増えてるって。乗客同士のやつな。いや、うん、俺もこの間それに巻き込まれて。あ、マジで。うん、俺が普通に電車でね、こう釣り革持って立っとってやんか、うん、ほんなら俺の前にマダムが座っとって。マダムが、うん、で俺の横に釣り革が持ってるマダムがおってんけども、マダムとマダム、ほぼ同じぐらいの年のマダムですよ。うん、うん、なんこの座りマダムが、座りマダム、立ちマダム、立ちマダムに席を譲ったよ。その瞬間から揉み始めて、え、私あなたに譲られるほど年取ってませんけど、いやいや私の方が絶対若いですから、いやいや私の方が若いから、いやいや私の方が若いですから、え、じゃああなた年齢いくつか言いなさいよ。なんで言わないといけないの、失礼ね。いやいや、だって私の方が若いから、私の方が若いから、いや私の方が若いわよねえお兄さんって急に来たって俺も。うわーってなって、いやもう俺からしたらね、このね、まあ譲りマダムも譲られマダムも同い年みたいなもん。変わったぞマダムの年齢が、うん、譲りマダムも譲られマダムも同い年、何やったらもう双子に見えてるの、うん、俺からすると、うん、ね、いやのにもうまだ聞いてくるからやな、もうんまあ、お二人とも若いですけどねって言うたよ、うん、ほんならこの譲りマダムと譲られマダムが意気投合マダムになりやがって。意気投合マダムはぁ、本当に最近の人たちはね、口ばっかりうまいからね、嫌になっちゃうわよね。もうあんたが座りなさいよ、そうよ、あんたが座りなさいよ。え、俺が座るんですか。俺ですか、わぁ、わかりました、すいません、なんか、うわぁ、楽やわ。え、これ何の話。こっちのセリフや。何を長々一人で喋ってんの。怖いわ、何の話してんの。怖いわやない。じゃあ電車乗んねやったら電車のトラブルに気ぃつけやつって。気をつけてますよ。でもトラブルで多いのかな、うん、やっぱり酔っ払いに絡まれる頃多いんだって。酔っ払いな、うん、おい、これお前何見てんねん。私が見ますか。お前もベロベロやないか。おい、私が見ているのは明るい未来や。ベロベロやな、こいつ。俺以上にベロベロできてどうすんのよ。じゃ酔っ払ってんのはこっちだけど、あなたは酔っ払ってない。おい、これ何見てんねん。見てへんやん。お前もバカにしてんのか。仕事場にバカにされ、家族にもバカにされ。飲みすぎやぞ井上。俺ちゃうね。俺一般的な酔っ払いやから。確かに仕事場でもバカにされて家族にもバカにされ。誰がやこれ。違う、普通の酔っ払いやってるからやって、うん、おい、これ何見てんねん。見てませんよ。やかましいわ。やめてくださいよ。お前には関係ないよ。叩き回すぞ。そうはならんやろ。なんで殴られてくる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 回んねん。リンと立ってるなお前。え、いや、そうはならんやん。いや分かれ、俺電車の中で酔っ払いに殴られたことないからどうなるか分かれ。いや大体分かるやろ、こんなもん。じゃあちょっとイメトレしてもいい。何やイメトレって。酔っ払いに電車の中で殴られる、吹っ飛ぶ、頭が釣り革にコツンと当たる、その釣り革が隣の釣り革にコツンと当たる、
コツン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 。おい、何の時間やこれ。なおいおいおいな。知らないおじさんの頭にコツンカツラポロンピタゴラスイッチ。ならへんて。見たことある、そんな状況。ピタゴラスイッチになるのか。ならへんて。なるわけないやん。え？じゃあ殴られたらこうなんねん。あ、こうなる。そうや。ちょっとイメトレしてもいい？イメトレいらんて。酔っ払いに殴られる、こうなる。奥歯が吹っ飛んで、奥歯吹っ飛ばん。どんだけ弱いねんお前。で、子供がそれを拾おうとする、ママが慌てて奥歯蹴る。どういう状況？奥歯コロンコロン。あ、そのリズムが、そのリズムが落ち見えてんねん、そのリズムはな。知らないおじさんの靴にコツン拾おうとするカツラポロンピタゴラス。見た見たって、それピタゴラスイッチにはならへんから。え、ピタゴラスイッチになる？どう考えてもピタゴラスイッチになる。いや、ならへんねん。だい殴られたらイラッとするぐらいや。あ、イラッとするね。そうや。イメトレしてもいい？もういらんて、イメトレ。殴られる、イラッとする、頭に血が昇る、頭に汗かく、カツラポロンピタゴラ。もうええわ。なんで全部ピタゴラスイッチになんねん。なんでピタゴラスイッチになった時そんなに驚いてんねん。お前がやっといて。予期してないから。予期してないから、気ぃつけろよ言ってんねん。気をつけます。あ、でも気をつけなあかんじゃん。駆け込み乗車のトラブルな。駆け込み乗車あれ怖いな。怖いね。芸能人不祥事多すぎてマジ笑うた。駆け込み乗車やそれは。違う違う違う、駆け込み乗車。トゥー俺はスーパーマン、トゥー俺はバットマン、トゥー俺はキャプテンアメリカ。アメ込み乗車やなそれは。聞いてるか俺の話。駆け込み乗車やで。じゃあやらんでええねん、いちいちな。あ、奥さん早く急いで、奥さん急いで、プシュー。あー、ギリギリ間に合った。奥さん走らせてごめんな。ちょっとゆっくりしといて、あのお茶出すから。ほら大輔、あんた服脱いだら脱ぎっぱなしやないの。ちゃんと片付けなさい、片付けなさい言うて。何や、あんたその口の利き方は。ああ、そんな口の利き方すんねん。ああ分かった。もうお父さん運転終わったらもう怒ってもらうからな。これ何乗車？見たことないから、この乗車スタイル。住み込み乗車、初めて聞いたわそんな言葉。何よ住み込み乗車って。違う、そんなんどうでもいい。駆け込み乗車のトラブル気をつけろよ言ってんの。気をつけてるよそれはお前。いや、お前が気つけててもええ。相手がバーってぶつかってきてさ、こう一方的に骨折れたとか言ってお金請求するみたいなやからがおるらしいぞ。そんなん俺騙されへんから大丈夫や。ほんなら俺が絡みにくいやからやるから、 お前ちょっと電車乗ってこいや。プルル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 よう俺出てくるな電車で。お前こんなことで稼いでんの？稼いでるかお前。一般的なやからやるから頼む。プルル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 てかリアルには折れてないから、折れたふりして金請求するから。あんた痛っ痛っ。はい、最初油断さしといて中盤で本気で来るやつ、ほんまに折ろうとしてるやつのやつ。はい、いや、はいやないの。気持ちが入ってしまいます。いや、ふりでええから軽く出るわ。あ、すいません。骨折れた。ほんまですか？あ、これ絶対骨折れてるわ。あの慰謝料請求するから、あの住所と電話番号教えろ。東京都世田谷区三宿。俺の住所や。なんで俺が人が請求されなあかんねん。だから大体な、こういうふうに住所と電話番号教えろとか言われてもよ、絶対に個人情報は教えたあかんねん。こんなと面倒くさいことに絡まれるから。あの住所と電話番号教えろ。いや、それはちょっと。はい。お前なんかどっかで見たことある顔やな。まあ M1 チャンピオンなんで。言うたあかん。いまだに過去一の視聴率恥ずかしないんかお前。ここでお前芸能人なんてバレてみ、余計に面倒くさいことなんねんから、はい、絶対にごまかせよ。あれお前どっかで見たことある顔やな。いや、僕あのクラスには一人はおる顔ってよく言われるんですよ。テレビで見たことあんねんや。ああ、僕あの歴代の体操のお兄さん全員足して泥水で薄めたみたいな顔ってよく言われるんです。テレビ出てるやつや。いや、僕テレビ出てるやつじゃないです、頬骨出てるやつです。ごまかせるかお前。そんなちゃんとごまかさなあかんねんよ。あ、いや、お前めんどくさいことになれたらええろ。あな、今持ってる現金全部出せ、それでよろしくあるわ。現金ですか。ああ、分かりました。じゃあ100万円用意して。大金持ちかお前は。おいなあ、すいません、これで話を収めてください、カツラポロンピター。もうええわ。どんだけ出てくんねんピタゴラスイッチ。こうしようとしてる時にこっから叩くなお前。見たないからやろうがい。ほんまに骨折すんぞ。こんなもんお前。
ちげえ、そんなんはええねん、気をつけろよっつってんねん。気をつけるよ。あ、でも気をつけなあかんのは、この電車の中で居眠りな。いや、居眠りぐらいええやろ、お前。いや、あかんがな、お前。なんでやねん、お前。居眠りしててみんや、このな、パッと財布をすられたりとかあんねんで。おまあでもそんなん大丈夫やわ。なんで俺、結構神経がこう敏感やから、もう近く寄ってくれるだけで、ファッて目覚める。いや、それ言うてるだけで実際はそうはできへんって。めちゃくちゃ目覚める。無理やと思うね。じゃあ、見本見せてあげるわ。いやいや、やってあげる。じゃ見本っていうか、今はもう起きてるやんか。いやいや、今起きてるからそれはできるやろうけど。あ、大丈夫。俺、自分で自分に催眠術かけれるから。何を言うてんの？じゃあ、3、2、1。あ、無理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 。え、これで寝てる認定しろって言ってんの？え、これで吸ったらええの？うなずいてるやん。いや、うなずいた時点で聞こえてるやんか。聞こえてるやろ、俺の声。いや、聞こえてる人やん。うんうん、聞こえてないよっていうのは。じゃあ、いびきかいても無理やって。口角上がってるやん。口角上がってる時点で起きてるやん。なあ、これでやったらええんかいな。めんどくさいな。じゃあ、胸ポケットからするぞ。すれてもうたやん。なあ、これ何の時間なんな。おい、何してんねん、おい。すられた？いや、歯じゃなくて。え、俺すられた？すられたし。え、何してんの？え、すられたの？すられてん。うせやん。え、自信あったのに。いやいや、そんなんどうでも。もう一回やってもらってもいい？いや、もう一回とかええって。次こそ。時間の無駄やから。次こそ絶対やるから。な、時間の無駄やって。おい、これ誰も寝てるって思ってないから。なあ、起きてんねんもん。なあ。いや、寝てる感出してるけど、起きてるやん。だってまず、立ってるやん。立ってる時点でおかしいやん。次こそ絶対止めるぞ。出てるやん、意気込みが。めんどくさいな。行くぞ。すれてるやん。いや、すれてるやん。これ何なん、これ何してんの、お前。歯がなくて。え、すられた。すられたよ。俺すられた。これ今何の時間や、この時間。え、俺すられたの？二度も同じこと。何、もしかしてお前スリのプロ中のプロ？違うわ、お前。お前が勝手にやってんねん、自作自演を。あ、じゃあね、せめて言わせて。お前どっからやったん、お前。いや、胸ポケットから。ほら、胸ポケットで俺財布なんか入れてない。それは気づかへんわ。いやいや、知らんけどやね。俺いつも後ろポケットやから。いやいや、後ろポケットなんか誰でも気づくから。後ろポケットで挑戦させて。いや、そこは誰でも、まだやっと。なあ、その、眠るとこやりたいだけやろ、こいつ。なあ。結末一緒です。後ろポケットな。マスク擦れてるやん。もう擦れてるやん。おい、擦れてるやん。後ろポケットに入れてるマスク擦れてるやん。なあ、あ、え、擦られた。何やねんこれ。おね、毎回確認するのやめろ。あ、擦られたっていうの。それやめろ、腹立つから。おい、何がしたいねん。目的は何や。おい、わかった。パチン左手でやらして。はあ、利き腕やから深い眠りに入ってしまうみたいや。左手やったら大丈夫やと思うから。それやったのは3、2、1。目的を教えろ。このネタの何がしたい。何のメッセージもない。なあ、すまん。すれてるやん。何してんねんこれ。おい、頭しかないんか、あいつは。おい、おい、すられた。これなんやねん。俺がトラブルに巻き込まれてる。なあ、無限ループのトラブルに。謝れ、見てる人たちに。長々長々ただやりたいだけのことやりやがって、これ。すいません。
大変お見苦しいところを見せまして本当にすいませんでした。カツラポロンピタゴラそれはええわ。どうもコンサルです。我々ね、これ中学高校の同級生なんですよ。そうなんですよ。まあ一日も仲いい時なかったんですけど、なんちゅうこと言うねん。いやでもな、学生時代さ、一回はやってみたかったことあるやんか。何何、楽しい会話。悲しいな。転校や転校。ほんまにしてくれればよかったな。なんなんこいつ、さっきからねえ。でもな、転校生の気分で一度でいいからこう味わってみたかったやんか。ああ、まあな、だからちょっとこの味わいたいからさ、うん、ちょっとここで転校生の気分味わわせてくれよ。断らぬ、うん、すっとやれよおい。すっとやらぬ、めんどくさいな。もう何もやってくれたらええから。こういった春休みのホームルームでな、言ったら先生がこう転校のこと切り出すねん。明日から春休みに入るわけですが、ここで皆さんに嬉しいお知らせがあります。悲しいお知らせ。引っ越し。うわー、転校するから悲しいお知らせ。ここで悲しいお知らせがあります。それは井上のブログをチェックしてください。言えや。さあ、明日から春休みだ。おい、切り替え早いな。いや、そこはちゃんと直接言うてくれよ。悲しいお知らせがあります。それは何かと言いますと、こちら、じゃじゃん。情報番組か、おい。井上が転校、めくりとかないでよ。聞いてみましょう。いや、聞いてみましょうやないの。だからすっと天候のこと言えや。明日は全国的に雨、うん、晴れとか雨の天候の話しちゃうねんわ。引っ越すことや。なんと、井上が引っ越すことになりました。あー、落ち着け、みんな落ち着け。みんなの気持ちは分かるけど落ち着けな。そうウェーブするな。大盛り上がりやないかおい。いや違う違う、そこは悲しんでくれよ。おい落ち着け、そう悲しむな。なあ、おい泣くな、ぬらりひょんカッパ。妖怪学校か、お前。おい、もうええわ。もうちょっと挨拶さして。じゃあ挨拶を。みんな急にごめん、今までありがとうな。早いって。まだ言いたいことあるから先生黙っといて。みんな急にごめん、親父の仕事の都合で引っ越すことになった。アリさんマークでな。引っ越し先はかなり田舎らしい。コンビニも夕方で閉まんねえって。向こうに着いたらメールするな。電波届くんかな。黙れや。いちいち厄介に入ってこんでええねん先生が。それでここで先生がな、今日で最後やからっていうことでみんなに携帯出せって言うねん。おい、まあ今日で井上とな会うのも最後になるかもしれんから、みんな携帯出せ。うん、大丈夫や、今日は没収せえへんから携帯出せ。ふん、ほんまや、大丈夫、没収せえへんからな。はい、携帯出せ。うん、没収せえへんから。どんだけ信用されてないねん。おい、早く出せ。先生信用度ゼロか。おい、すっと携帯ぐらい出せ。はい、携帯出せ。もう井上と会われへんかもしれんからな。だからみんなと一斉に、いや一人ずつの方がいいか先生。よし、じゃあ阿部お前から来い。よし、はい、隣来て、はい、携帯貸せ。よし、じゃあせーので行くからな。せーので、井上のアドレス消すからな。残酷。せーの、はい、耐えられへんわもう。はい、次行こう。それを一人ずつ生徒全員分やんの。写真とか撮んねん。写真撮んの。あのこう引っ越し当日や、こうトラックになこう荷物を詰めてたらこう友達が来てくれたりすんねん。これで最後か、よいしょと。井上、どっから来てんねん。おい、ここでやってた。なんで俺密林に住んでんのか。市街地で頼むわ。これで最後か、よいしょと。井上、石田来てくれたんか。うん、罰ゲームで負けて。いやいや、ちゃうわお前、友達やねんから自ら来てくれ。これで最後か、よいしょ。井上、石田来てくれたんか。まだ金返してもらってんから。嫌なやつかお前は。逃げる気が、ま、何やこいつ、ま、逃げる。友達や。これで最後か、よいしょ。井上、石田来てくれたんか。当たり前やんけ、俺ら友達やろ。月に戻っても頑張れよ。 ET ちゃうねん。その人間の友達で頼むわ。お猫無理やって分かってるけどな、引っ越すの止めようとすんねん。これで最後か、よいしょ。井上、石田来てくれたんか。パンパンプシュー、行くなや。パンクさしたやろお前。誰がそんな物理的なことで止めんねん。ここでなんか部活の友情物語みたいになるやろ。こう向こう行っても絶対部活やめへんよなみたいな。向こう行っても部活やめたりせえへんよな。当たり前やろ、俺から部活取ったら何が残んねん。ヘリクツとナルシスト。最悪かお前、そんなこと言うかお前。あと不祥事か。なんやこいつは。いや、そこでなんでこう、よかったらこれ俺が使ったこれ使ってくるみたいなのあるやろ。よかったらこれ俺が使ってた、すみません闘態勢、これお前にやるよ。あ、いらん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 。誰が一発ゲームもらうの。実際のものくれよ。よかったらこれ俺が使ってた、茶筅と茶碗と茶っ葉、お前にやるよ。茶道部な、あんまりこのやり取りで文化部ないから運動部で頼むわ。
よかったらこれ俺が使ってたマウスピースお前にあげる。気持ち悪いね。もうリストバンドとかでええから。リストバンドお前にやるよ。ありがとう。全国大会で絶対に会おうな。逆や。なんでそっち向かってんの。こっち向いてやれや。当たってる。距離取れやそこは。いやそういう距離取れ言うてんちゃうの。誰の心の距離取んねん。もうええわ。あの子荷物全部積み終わってこうトラックが走り出すねん。ブーン。ドナドナドナ。いや悲しい BGM いらんから。オブスを乗せて。いらんこと言わんでええわ。そこはなんか友達がこんなトラックまでこう走り寄ってくるとかあるやろうが。ブーン。井上。井上。向こう行っても頑張れ。井上。ありがとう。井上。今まで。今まで本当にうわおい石田瞬速に吐き替えた。そうだ瞬速に吐き替えた。そうだ。うわありがとうね。向こうからメールするからな。石田今まで井上石田ドクター中松のやつ。どうなんだドクター中松のやつ。音がスピードあげた。井上石田今まで井上どんなことついてくんねんって。もうええわ。どうもありがとうした。ですですちょっと思うねんけどさ、何ですか世の中の男性女性はな、うんうん、もう常々出会いを求めてると思う。おおスタートダッシュいかつぎだ。何がよ、やってんだお前。ほんまそうやんか。おーおー結婚がゴールとは言わんけどさ、おーおーやっぱりなこの人間にとって恋ってエネルギーになるやん。ふうスピード違反なんなんさっきからやってんなお前。そりゃそうやろ。だから婚活サイトとかな出会い系アプリとかがあるわけやん。まあ俺にとってはこの漫才してるっていうのが一番の出会い系アプリ。うん、ガスケツやわ。なんなんおい。ガスケツガスケツやお前。何がガスケツや。何言うてんだよお前。いやそうやろうが、はあ、だってこうやって漫才してるってことはな、一番輝いてる姿をみんなに見てもらえるチャンスや。でもこれ動画で見てもらっても関連動画でお前の謝罪会見出てくるからチャラやで。やめろやおい。むしろマイナ。何を言うてんだよ。とりあえず今日はな俺のかっこいいところをじゃんじゃんアピールさせてもらおう。どうぞご自由に。休憩入ります。休憩入るな。おいおいおい勤務せ。いや見とけよそこはお前。見とくの当たり前やろお前。マジかお前。俺なんかなどこがアピールできるかさ。まず運動神経がええねん。あんま40歳で運動神経いうやつおらへんけど。何がええねんなお前。ええことやんけ。いやでももう衰えきってるから。全然まだまだ大丈夫。ほんまかい。ほんで俺高校の時からなバスケットボール始めてんけど、俺高校2年でもうレギュラーやったからな。すごいすごい。そんなことよりね話変えんなよおい。カレー臭すごいんですよ。40歳の話をすんなよお前。レギュラーやったんや。あそうですか。俺言うたけどね、まあ、早かったんぞ。女子に嫌われるまでが。違うわおい。はじめまして井上裕介です。何したんや俺お前。なんでそのいきなり嫌われなあかんねん。スピードが速かったの。スピードがね。俺ポイントガードっていうポジションやってんだけど、パスに定評があったんや。前井上くんが前のこと好きって言ってたで。パス。そのパス違う。どういう定評があんねんそれやったら。俺言うとくのな、チームメイトからな井上がおったら助かるわってよう言われてる。いやそりゃ助かるやろ。お前がおったら周りが全員スタイルよく見えんねんから。そういうこと違うわ。俺もお前のおかげで190センチ以上あると思われてんねん。思われるか。助かってるわ。誰が引き立て役やお前。じゃあな口で言うと分からんやったらもうプレーで見したるわ。プレーでな。俺のこれ見ろ、うん、おい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 、えらい全裸でご陽気やな。違うわ。前隠してお前ドリブルしてんねん。ドリブルしてんのかそれお前。よいしょよいしょ。残念でした。ブルマ履いてます。スタートめくり違うから。ボールをスティールしてんねん。スティールしてんの。極めつけがこれや。よしむっちゃ背高いやつになんでやねん。いらんこと言わんでええねんおい。余計なこと言わんでええから。あと中学校の時サッカーもやってたけどサッカーもうまかって得意やったんかこれや。よしよし見て見てこいつ鳩の霊に取り憑かれてんねん。誰がよ。リフティングに決まってるやろうがお前。あと言うとこれや。イエーイ1ミリでもいいから足長くなれ。言うかそんなこと。長くならへんかった結果がこれや。あとこうセンタリングが来たボールに対して、うん、これが本気の謝罪や。何を言うてんねん。余計なこと言わんねえねん。もうおじさんやからもうはぁ言うてるやん。無理やん。何が無理やねん。もう おじさん通り越しておばさんみたいな髪型。誰がおばさんやこれ。髪型がもう近所の。何を言ってんねん。おばさんになってる。かっこええやろ言ってんねん。かっこいいが分かった。かっこいいアピールすねんな。ほんなそうや。ほんな俺がかっこいいアピールしたるわ。やれよちゃんと。やったる。ほんまこいつかっこいいんすよ。マジでバスケットやってたんですけど、レイアップシュートってあるじゃないですか。ああ普通の人やってたらレイアップシュート普通にこうやってやるんですけど、俺そうやってる。こいつの場合はレイアップシュートした後こうやってやるんですよ。やったことない。
そんなポーズやってる間にディフェンス戻れよ。ディフェンスも普通やったらこうやってるでしょ。普通の人はこうやってやるんですけど、こいつの場合はもうこんなん。ダンス踊ってんのかお前。ディフェンスならへんやん。これでピボットっていうのがあってね、ボールを持ってこうやって回るやつがあるんですけど、こいつの場合はボール持ったままこうやって。意味ねえ。トラベリングやしなかったすごいでしょ。あとサッカーもね、あのスローイングってあるじゃないですか。スローイングも普通こう投げたらね、このままじゃないですか。でもみんなそうやん。こいつの場合 もう投げたあとゆっくりこうなりますから。ミュージシャンかそんなポーズ。そらへんわ。いちいちスライディングも普通の人ったらこうやってやるでしょ。全員そうやん。でもこいつの場合はもうこの状態ですから。ボールと受けないやろこれは。ねえ、でトラップもね、あのボール来たら普通こうやって胸でこうやってトラップするんですよ。いや俺もそうやってる。でもこいつの場合はボールが来た瞬間ジャケット羽織ってるやん。どういう状況やねん。サッカーの試合でジャケット羽織ってるって。ねえ、でもサッカーだけじゃないんですよ。他のスポーツも全部かっこいいんですよ。例えば水泳ね、クロールやってるじゃないですか。クロールの息継ぎの時こいつこうやって髪かき上げへんわ。ねえ、すごくないですか。あとバレーボールのレシーブね、レシーブも普通の日やったらこうやってやるじゃん。いや俺もそうやってるって。こいつの場合はハートを打ち抜くの。どういう状況やねんそれ。ねえ、あとね、あのハンマー投げなんかもね、普通の日やったらなあってやるんですよ。いや全員そうやって。でもこいつの場合も投げた後何が何がなあな、ね、なあ一番かっこいいのが飛び箱ね。いや飛び箱なの。飛び箱普通飛んだ後みんなこうやってこうじゃないですか。いやみんなそうやい。でもこいつの場合は飛び箱飛んだ後このまま すごいなおい。めちゃくちゃかっこいいやないかおい井上。あこれ40歳でやるネタちゃうな。どうもあだした。このネタってさ、はあ、タイトル自己 PR な。分かれへん。でも一応タイトル自己 PR なんやろ。自己 PR って書いたのはお前や。俺が書いたんか。まあ井上がね謹慎中にね、うん、過去のネタ台本をね、ネタで台本として残ってないやつあるかもやから、それをちょっと暇な間に書いといてって、うん、書き起こしといてって言って、そうそうそう、書き起こしたやつを俺が久々に見たよ、うん、それに自己 PR って書いてた。お前が自己 PR イキリ編って書いてた。いやでも俺、うん、なんかを見てだから文字にしてるから、うんうん、なんかではだから自己 PR ってなってたんやな。いやでもオンバトの DVD にもタイトルなんか書いてないから、うん、なんやろな。じゃあだお前がそう思ったんやろ。お前がその時に思ったやろ、自己 PR やな、生きりへんやと思ったやろ。まあなんか似たようなネタ多かったしな。そうそう、こういうネタ あの頃ちょうど井上が何かしら全てカッコつけるっていう、うんうん、ちょっとギャグ要素多めのネタ多かったから、うん、ネタやってましたね、うん、でまたなんか短い出番とかも多かったんですよね、あの頃ね。1分とか2分とかな。そうそうそう、だからそういう時用に作ったやつのこう詰め合わせみたいな、うん、だから1分のネタで漫才やってくださいって言ったらバスケットボールのとこだけやろうかとかな。そう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 、うん、まあこのネタはしんどかったな。いやこれはほんまにしんどい。マジでしんどかった。だって、うん、当時でもしんどいねんもん。そう当時でもはぁはぁ言ってた。そうそう、20代、本当20代中盤ぐらいの時のネタやんこれ、うん、あん時でさえお互い終わってもうしんどいなっていうネタやもんな。うん、そうやねん。であの頃なんかな薄着やったやん俺らも。そうやな、なんかお前も若いかもしれん。短パンにな、うん、シャツみたいな、うん、ローソン柄のみたいな、うん、あったあった。俺もな、もういたもうピチピチの白のあれやったけど、うん、もうスリーピース着てるから俺も。わかる。だからスーツってやっぱ動きにくいな、うん、動きにくいよ。この股抜きドリブルもさ、うん、開かへんから。ああそうやな、股が。ああうん、いやでもほんまに自分、いや お前のことをいじりながらもさ、俺も動かへんなと思いながら、こんな動かんかと思いながら。そうやねんな。やってましたよほんまに。ほんで、うん、40にしては、うん、まだ多分動けてる方やねん。まあ動けてる方ですよ多分2人とも、はいはいはい、最低限の運動もしてるしな、はい、でもそれでも動かへんからな。いやそうやねん。だから20代って、うん、本当すげえんやな。いやすげえ、ね、今改めて思うと。うん、うん、でも俺はこのネタでやっぱり
まあ作り上手なんやねんけど、ほんまに自分で作り直してておもろかったんはやっぱり40歳のおっさんが運動神経いいってアピールしだす瞬間もう面白くてさ、お前何他ないんかいっていうさ、40のアピールポイントな、もう俺さもう書き直しながらもう笑い転げてさ、めちゃくちゃ面白かったもん。いやそれはだってリアルにな、じゃあリアルに今例えばじゃあ井上さんの付き合ったらいいポイントとかアピールポイントどこですかって言われて運動神経ですとは言わんやん。さ絶対にそれもネタを進める上ではな、自分に嘘つかなあかんから、うん、いや面白いなと思って、いやほんまにだからあれもな、だから当時は若かったし運動神経めちゃくちゃ良かったから、そうそうで、あの運動系のロケとかねばっかりやってたからね、そうそう、あの頃ね、スポーツ系の仕事もいっぱいやってたしバスケのなんかとかもやったから、そう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 、あれがなすんなり入ってくんねんけどな。このネタの最後もさ、飛び箱で終わるの謎やん。なんでスポーツいろんなスポーツやってなんで最後飛び箱やねん、飛び箱やねんってなんねんけど、その時井上の特技が飛び箱やってんな、なんかあの人を飛び越えるってやつな、人の肩を、あの人がこうやって直立で立ってもらってそれを俺が後ろから飛び越えるみたいな若々しい派手な演出をしててんな、そうそう、うん、それがあったからもう井上といえば飛び箱みたいなイメージがあったのよ、うん、それがない状況で今なんで急に飛び箱なんみたいな最後一番地味なん来るからな、地味なやつ、スポーツとしては、そう、うん、で言われて最後俺ビャーン飛んでビシャーンなるやんか、うん、でスタッフさんにさ、いややっぱ年取ったやな、ドーン言うてるもんな、音がな、音言うてるわって言ってるけど、うん、いや、あれあの頃からドーン言うてていやいや、だからより重みあったんちゃう、いや違う違う違う、お客さん入ってへんからやで、いやいやいや、お客さんおったらあれドーン消えてんねん、年齢やって、え、いやでもそのドーンもそうやし、うん、やっぱこのまた開くまでの速度とかもやっぱ遅かったもん、それはな、うん、ほんまに思ったこれパラシュートやったら死んでんな思ったもん、おお、開いてなかったで無理やな、やっぱり初速がもう無理やわ、そうやな、初速が無理やし、うん、あの振りの飛び箱を最初に飛ぶところ普通に飛ぶところがもうしんどそうやったもん、あ、そう昔はもっとなパーってできたけど、うん、もうあの時にはもうバテてたもん、はよこのネタ終われへんかなと思ってそうやな、だから見てもらっててこんなことを言うのはあれやねんけど、うん、あんまり見てほしくないネタやな、そうですね、だからこれこのネタはもしかしたらそうですね、1週間限定の公開になるかもしれないの夏はさ、うん、これ彼女でも作ってな、花火デートこれやりたいねん、花火デートしたいねんて、うん、超ウケる、何がわかんねんお前、ええやないかお前、花火デートしたいねん、じゃあちょっとこれやらしてくれ、あ、そう、じゃあ今日は俺さ花火デートでばったり会う、うん、あの元カノ役やるわ、あ、そんな行くせんでね、うん、別におい、あ、久しぶり、あ、どうも、あ、どうも、かわいい子じゃん、気まずいわおい、誰がそんな元カノやら言うてんや、それは彼女の役やってくれよ、あ、彼女の役やってる、当たり前やろ、今日はもうせっかくやろ、もう特別サービスで、うん、不特定多数の役やったけど、あ、いら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 、彼女の役だけやってくれて、サービスやから、いらいら、サービス求めてない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 から、サービスやから全然やる、サービスやから全然やる、うん、やるやるやる、固くないの、うん、オッケー、うん、じゃあまずお前が昼寝から目覚めるところからやろ、そっからやるの、うん、いやいや、もう花火デートからでええねんけどな、サービスやから、昼から、サービスやから、こらこら、いつまで寝てんだか、早くしないと花火始まっちゃうぞ、あー、ごめんごめん、あ、とりあえず軽くご飯作っといたから、 ありがとうな、うん、でもその前にネタ合わせするよ、お前かいなんで俺お前と一緒に暮らしてんねんおい、ピンポーン、あ、誰か来たみたい、ちょっと出てきて、その口調気持ち悪いねおい、いいから出てきて、その間にフグさばいとくから、すごいなこいつ、フグなんかさばけんの、じゃ、こんなんどうでもいいねんけど、彼女の役やってほしいねんけど、出てきてフグさばいとくから、ガチャ、はい、あ、山崎さん、お届け物です、あ、
井上ですけど。え、あ、すみません、お隣でした。これいる花火デートにこのくだりいるかな。おい、何があったんや。おい、おい、どうした。おい、おい、何やねん。井上、え、フグの毒が。めんどくさいな。救急車。え、花火デートやりたいから。救急車。花火を見る。救急車、花火を。救急車、花火。救急車呼んでよ。119プルプル。はい、119番消防です。救急ですか、火事ですか。あ、救急で。救急で。あの、知人がですね、はい、フグの毒に当たったみたいで。あ、知人がですか。はい、住所教えていただいてもいいですか。東京都新宿区ほにゃ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 て。なんとなくで分かるやろ。ほにゃて言われても。いろんな事情でほにゃほにゃしか言えないんですよ。分かりました、はいはい、ではなんとなく向かいます。お願いします。はいはい、よし、出動するぞ先輩、うん、僕も行きます。お前が行けんのか、任せてください、僕も行きます。本当に行けるんだろうな。そう言われると自信なく。友達おらんのかお前。おい、早来いやなあ。よし、おい、行くぞ。無駄に時間を稼ぐな。おい、どっちが先に消防車に乗れるか競争だ。おい、人命がかかってんねん、人命が。おい、こら、おい、縦横無尽に駆け回るな。おい、今のは、ドローでしょうもない。ドローなんかよ、早来いや。おい、おい、 YouTube やからって何やってもええってことちゃうぞお前なあ。おい、おい、何してんねん。お、ほぼマジカルラブリーやねんこれは。もうなあ、おい、はよ来いやなあ。おい、いや、はよ来いや。何を見せられてんねん今なあ。信号待ち飛ばせなあ。じゃ、いらんから、こんなん。おい、あ、シートベルト引っかかったとかええねん。そんな細かいの見るか。花火を見せてくれ、花火を見たいだけやねん。ピンポン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 。ガチャ、山崎さん、お隣や。山崎さんは井上です、ここ。ただいま到着しました。やっと来たかな。私もです。あ、ここです、ここ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。つらいです。こいつに友人じゃなくて知人と言われたのが。何を気にしてんねんお前。どんまいでええわそんな。いちいちあよ、花火見せてくれ。花火だぞ。おい、じゃあ、これ花火デートのネタやぞ。おい、花火デートな。おい、救急隊員っていうネタじゃないねん。花火デートというネタやねん。おい、俺が頭を持つからお前足持て。いやいや、足ですか。持てやすっと。おい、俺足ですか。なあ、当たり前、お前後輩やから足やろ。でも足は長い。長い、ここ長いってな。長い、離れる視聴者だ。おい、視聴者が離れる。あるから、花火待てよ。花火来るから待て。分かりました。待て、視聴者。足持ちます。ここはもう最悪、あと1分飛ばしていいから。待て、足持ちます。よし、じゃあ行くぞ、せーので行くぞ。はい、せーので。お前ノーで持つなよ。じゃれるなこら。はい、いや、せーので思うじゃないですか。でですか、でですか。はよせー、でやろなあ。おい、いつ花火くんねん。おい、花火を見たいだけやねんなあ。おい、いい担架で運ばれる人はええなあ。じゃあ、いない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 。おい、はよ、はよ、プルルルプルルル。何や次は。はい、もしもし。あ、もしもし、ゆうすけ、お母さんやけどな。あ、お母、あんたにはな、言っとかなあかんなと思って。ああ、一応報告させてもらいます。何、今年の春、4月から Uber Eats 始めました。何があった、お母。はい、おい、60過ぎて Uber Eats って。えプルルルルルル。おい、もうちょい Uber Eats の情報くれ。救命隊員あんな長々やるんやったら。はい、もしもし。あ、もしもし、ゆうくん。あ、やっと彼女かいな。あ、花火大会楽しみやね。あ、ほんまやな。めちゃくちゃ楽しみ。あ、でも雨とか降らんかったやな。あ、大丈夫、それはね、私ね、もう絶対雨降らへんようにてるてる坊主1万個作っといたから。すげえ作ってんなおい。おお、てるてる坊主もやるの。不特定多数にそれも入ってくんねや、すごいなこいつ。
じゃあ後ほど。あ、後ほどね。よし、お前天気予報ちゃんとテレビでチェックしてた方がいいんじゃん。いやもうええって、テレビでちゃんと花火見ようや。やっぱ雨降ったら終わるから天気予報テレビで。疲れてんねんから花火見ようや。テレビでテレビでチェックした方がええて。あんぴ情報ライブ見やねや。やりたいだけやろお前。次は天気予報なんですけど、蓬莱さん結局雨は降るんかい。いらいらいら、このくだり全然いらんから、宮根さんが蓬莱さんにきつく当たるみたいなやつ。これどういうことですかこれ。いやいいいい、長い長い、あの無理やり長くせんでええから。花火を早見せてくれ、花火を。よし、じゃあもう分かった、家出よう。いやもう花火見るとっからねえから。家出よう、よしよし、鍵開けろ鍵。花火見るとっからねえから。鍵開けろ、ほら、じゃあ今度早い、鍵、はいはいはい、チェーンロック、チェーンロック、チェーンロック、花火をさ、見るとっから行こうや。エレベーター乗れ、エレベーター乗れ、もう、おそらくエレベーターやってるやろ、こいつ。花火みたいねんけど。よし、駅や駅。あ、まあ、駅な。駅で電車待つところがある。花火会場の駅でええねん。待つところ、電車待つところ、電車待っとけ。自分の最寄り駅から。ドキドキしながら待っとけ。全然花火見られへんや。いや、まあ、そんなおじさんおるよ。ゴルフの傘とかでな、こうスイングしてるおじさん、ホームにたまにいるわ。うん、電車オタク。電車オタクはええねん。おい、鳩は一番いらん。ホームにおる鳩なんか誰も待ってないからな。いや、はよ花火見よ、花火を。ほら、こう打ち上がるとこ。プシュー、電車やってんの。電車やってなかった今。乗り込んで、乗り込んで。すげえなこいつ。ああ膝が痛いの。これは立っていられないやつだ。誰か席を譲ってくれないもんかの。すげえ見てるやん。あ、もう絶対俺や。ああ膝が痛い、もう膝小僧が取れそうだ。あ、取れた。取れるか。どういう状況や。誰か席を譲ってくれないもんかの。あの、すいません、よかったら。 ありがとうございます。座れや。おい、俺譲ってんねんから。プシュー。あ、すいません、降ります。すいません、降ります。降ります、降ります。おい、いらんねん、こんなリアルな下車シーン。おい、ちょっと遅い遅いよ、早くもう。お待たせ。橋くん遅いぞ。俺ちゃうんかよ。おいおい、いつ出会えんねん彼女に。よしな、駅前の広場で待っててくれ。はぁ、駅前の広場で待っとけ。まだ出会われへんの彼女に。ちょっと遅れるから待っとけ。募金お願いします。いや、よう見るけど学生団体ようおるけどやな。おい、いや、いらんねんそんなんは。うん、チャラいティッシュ配りええわ。おい、たまにおるけどやね、駅前にそんなんは。じゃあ早く彼女に会わせてくれよ。おい、駐車場のね、ストリートミュージシャンもええから。俺どこで待ってんの、ストリートミュージシャンの真ん前で。ハト、彼女に会わせろ。おい、お待たせ。あ、お待たせ。おお、大道芸に食いつかんでええわ。駅前の大道芸に食いつかんでええねん。おい、なんか任命されてるやんけ彼女。おいおい、イライライラ、そんなええから。はよ花火見よう、花火。どう、似合う。あ、かわいいな本当に。ああ、でも電車の中でジロジロ見られたから変なんじゃないかなと思って。いや、それは君があまりに魅力的やからな、みんな見とれてるだけや。本当、でも派手すぎない、この水着。大胆やなお前。水着できたん、それお前大道芸に任命されるやろかお前。もういいわ、じゃあ花火見ようか。花火見よう。あ、見て、花火上がるよ。ほんまや。うわ、上がった上がった。うわ、花火来た。うわ、うわ、花火師とか、ええ、花火師、古いタイプの花火師やってんだ。ほんでこいつ、僕を弟子にしてください。いい、今言うことちゃうねん。おいおい、職人、今言うことちゃうねん。おい、今いるかそれ。おい、もう花火上がってもうたぞ。今プシュオン言うた一発目はもう上がってもうてる、速度感的には。花火やりたいです。お前ふざけんじゃねえ。今喋ることちゃうって。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。あ、そうやね。すいません、忍び込んでしまいました。いや、ええねええね、それもう一発上がってるで。なんとか別にしてくださ。もうボカーンなってるからな。お前下げやがって。バーン。うわうわ、しょうもない。うわ、急激にしょうもない。何やこれ、学芸会みたいなの出てきた。じゃあ花火見せてくれ。花火上がるべよ。プシューン。うわ、あ、来た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 。うん、びっくりする鳥はええわ。花火の音にびっくりする鳥とかええか。花火を見せる。すごい花火きれいね。お前な、花火きたきた。うわ、上がった。花火もやんのかよ。じゃあ彼女のやつ。
やっててな、そんな花火あるけどやな、おい。彼女をやってくれ、彼女な、クルクルするやついらんねん。クルクルする花火もあるけど、彼女の役やって、うわ、下から出てくるやつや、下からビューって出てくるやつ。じゃ聞いてる、彼女をやってほしいねんけどな、彼女をや、おそらくスマイルのやつや、彼女の役やって。わあ、ほんと綺麗だね。お前な、あ、久しぶり。かわいい子じゃん。いや、元カノええねんって。もうあれさ、知り合いの女の子がカフェをオープンするって言ったら、開店祝いに花送ってくれって言われたんや。おあれや、新しいお店の真ん前にでっかい花飾って、あの芸能人の名前書いてある。あれやる、やってくれって言われて。どういうつもりなの。何がやねん。あ、ごめんごめん、何様のつもりなの。何があかんねん。いや、してくれって頼まれねんからええやろ。いやいや、あれは芸能人がやるから開店祝いになんねん。お前みたいなやつがやったらお前開店呪いやろ。そうはならんやろ、お前。誰がやっても回転祝いは回転祝いやろ。あれよ、お前、日本で一番嫌われてる。誰がや、これ、お前。そんなやつから花送られても。してくれって言われたからな、ちょっとしたいねんけど、やったことがないか分からんねん。あ、そうな。うん、あ、じゃあ俺が教えてあげるわ。うん、俺があの、お花のコールセンターにおるから電話しておいて。電話したよね。うん。プルプル。ありがとうございます。お花のことならお任せあれ。北は北海道から南は沖縄まで、全国どこにでも花を咲かせます。現代の花咲かじいさんこと、お花エンジェルです。の CM でおなじみの、お花エンジェルです。長ない、ちょっと。そんな長々喋んの？クレーマーですか？クレームじゃないねんけどさ、もう練習やから、そこ短めでええわ。マニュアル短めで頼むわ。プルプル、石田です。バカか、お前。誰がお前の名前言うねん。偽の名前。花地獄です。名前が良くないな。お花エンジェルで行こう。お花エンジェルです。すいません、花送りたいんですけど。あ、それでしたらインターネットでのご注文が便利ですけど。対応せえや、おい。電話かけてんねんぞ、おい。ちなみにこちらの電話番号はどちらでお調べになりましたか？まあ、インターネットで。でしたら、そのままそのサイトから。対応してよ、電話かけてんから。困りました。それでは渋々お受けいたします。言うな、そういうこと。それではご依頼主様のお名前の方をお願いいたします。あ、井上雄介で。井上ブースケ様ですね。違いますよ。もしもし。はいはい、もしもし、ブースケ様。名前にブスって入ってますから。はい、ブースケ様ですよね。雄介。ブースケ様ですね。なんでそうなんの。雄介。雄介、改めブースケ様ですね。改めないで。一回答え通り過ぎたから。井上雄介様で。それで、それでは漢字の方をお願いいたします。井戸の井、上下の上、余裕の湯に介護の介で。かしこまりました。それでは漢字の方を確認させていただきます。はいはい。井戸の道に上下の下、余裕のように介護の語で。全部逆やわ。土下予後さんでよろしいですか。土下予後。土下予後さん。もしもし。もしもし、土下予後さん。土下予後じゃないんです。どちら様ですか。だから井上なんですけれども。土下予後さんに代わっていただいてもよろしいでしょうか。誰ですか、土下予後さんって。私、土下予後様とお取引しておりまして。井上です。あ、井上土下予後様でもないんです。聞いたことあります、土下予後っていう名前。あ、井上祐介様ですね。それでお願いします。申し訳ございません。それでは送り先のお名前の方をお願いいたします。カフェキュートで。カフェキュート、うん。それではですね、送り先の電話番号の方をお願いいたします。090のほにゃ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 。お客様、ほにゃほにゃと言われました。わかるやろ、お前。とりあえずほにゃほにゃと打ってみたんですけど、パソコンに赤字でエラーが出る。そうなるやろ。初めての体験でございます。誰がここでリアルな電話番号言うねん、お前。はい、言った手でええねん。あ、言った手ですか。それでは電話番号の方を確認させていただきます。超やる気ゼロなんですけどのゼロ。それいる。そのゼロの確認ええと思うわ。いいですか。それでは送り先のご住所の方をお願いいたします。東京都新宿区○○○のペケ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 。かしこまりました。それではご住所の方を確認させていただきます。はいはい、東京都世田谷区密集区。俺のリアルな住所言ってるやないか、お前。テレビやぞ、これ、お前。黒いマンション1棟しかないね。未宿には黒いマンション1棟しかないや。さっと言って。かしこまりました。それではですね、メッセージカードの方のメッセージの方お願いいたします。ゆりちゃんへ。ゆりちゃんへ。開店おめでとう。開店おめでとう。今度お店行くね。今度お店行くね。君のハートを奪いにね。吐くなよ、おい。何も入ってくれてんねん、おい。ああ、パソコンがいない。蛇腹状にはないねん、おい。何してんねん、おい。打てや、はよ。君のハートボなんだこのかゆみは。お客様申し訳ございません。はいはい、私、お客様アレルギー。何やそれ。聞いたことないわ。打てよ、早い。君のハートを奪いにね。で、かっこ笑い。かっこ悪い。悪口出たぞ。もうええ。お疲れ様でした。はい、どうぞ。これは我々の漫才です。はいはい。ちょっとね、公園に行って気づいたことがあんのよ。お、大雨に行くもんじゃないなって、うん、アホなんか俺はもう。違うやんか。公園に行って思ってんけどさ、うん、キャッチボールしてる子供とか野球やってる子供全然見かけんくなったなと思って。そうなんですよ。もう最近ね、うん、公園ほとんどが野球禁止になってるんですらしいな。そうやね、うん、野球が公園で禁止になってるってことはどういうことか皆さん分かります？え、
雷親父が絶滅したってことなの。そんなことないよ、絶滅はしてないと思うで。いや絶滅してるんです。どっか今おるって。絶滅してんねん。もうな、もう近所の子供たちに直接怒れるようなタフガイはおらへん、うん、タフガイって言ってんねん雷親父のこと。おらへんねんタフガイは。もうなんや言うたらこそこそ自治体にチクるぐらいしかないねん。まあまあまあ確かにな、もう今なんかもう面と向かってなわーって怒るだけですぐニュースになるからな。そうやねんな、うん、もうこのままではね日本はダメになってしまうわけ。まあ言うてることはわかるわ。絶対ダメになってしまうので、うん、今日はねもうほんまに申し訳ないんですけど、うん、あの井上さんに、うん、その雷親父の手本見せてほしいんですよ。なんで俺いやそれってお前子供おんねんから。井上さんしかいないです。いやお前がやった方がええやん。井上さんしかいないです。じゃあなんで俺がやるんだかと。お願いします。その熱意どこから来たの。その熱意はどこから来てんのなあ。やってください。お願いします。やってください。いやもう半沢直樹のレベルやねこれは。やっていただきます。いやいや分かった、そこまで言うとやるわ。おおきに、うん、軽いんだねそこ軽いんか、ね、やってくれなあ。ほんならお前家でな、ゆっくりしといてくれ。分かった。あ俺その野球少年やるから。あ了解。あほんならこれ おかきでも食べといて。あ食べといて。おかきでも食べといてくれたらいいから。あ野球少年で俺野球少年やるから。雷親父やってるな。そう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 。バリ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 よっしゃこいバシンナイスボールしゃこいバシンナイスボールしゃこいバシンナイスボール。振らんことにはホームラン打たれへんやろがい。あそうか、当たり前やろ。そうやな、振らなどうにもなる。そらそうやろ、ホームラン打ってなんぼやろ。悪い、次こそ振る。ごめんごめん、ほなおかき頼むで。バリ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 よっしゃこーい、ブンパシクス、さごい、ブンパシクス、さごい、ブンパシクス。センスないね。じゃあホームラン打たんことには雷用事出ていかれへんから。そうか、ホームラン打てるぐらいのバッターで頼むわ。俺センスあるやつやってみる。頼むわ。ごめんな、ほなおかき。ちゃんとやってよ。バリ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 さごい、カギー、ヒュー、危ない、タタ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 タ、バッシュ。取るなよおい。じゃあ取ったらあかんの。なんで取ってまうの。取ったらあかんの。当てる、窓にこう当たるからええんやろ。そうか、窓に当たらない意味ないん。そうやろ。ごめん頼むで。野球すぎすぎて。いや知らんけどやない。ほなおかやれよちゃんと。バリ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 しゃがめガキンキュー、危ない、ボイーン。いや跳ね返んなよおい。網戸ええよおい。何してんの。ボールが窓にあって窓ガラスが割れるから雷用事出ていけんやろ。でも競技の窓ガラスなんかそんな簡単に割れへん。いや分かってるよ、うん、分かってるけどお前が雷用事やれ言うたやねん。そうやな、ごめんごめん。じゃあお前がやりたんやろ。分かった分かった、次こそちゃんとやるから、うん、ほなこれおかそれやめてくれよなんかめちゃくちゃ手なずけられてる感あんねん俺のバリ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 いらんねんこれ無駄やから。いらんいらんから。ほなこれペロペロキャンディー。ペロ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 もいらんねん。いらんねん、課金からでええから。課金から当たり前やろがみんなも。課金ヒュー、危ない、タタ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 、バシッ。取るな言うてんの。うらどういうつもり。目を追った状態で投げてきてるけどどういうつもり。違う、ホームランボールが窓に当たって。ホームランボール当たり前やろがお前。カキンヒュー、危ない、パリン。こら誰がこんなことしたんは。お父さん、うん、おとんやったらあかんねん。ほんならあなたのお家になるよね。怒る権利ないから他人の家で頼むわ。カキンヒュー、危ない、パリン。こら誰がこんなことしたんは。すいません、打ったのは僕です、打たれたのは僕です、バットの持ち主は僕です、ボールの持ち主は僕です、野球に誘ったのは僕です。さあ誰を怒ります。うっとうしいな。いっぱいで来んなよ。打ったやつ怒るに決まってるやろ。一人で今回ガキヒュー、危ない、パリンハー。こら誰やこんなことしたんは。すいません、なんちゅうことしてくれたんや。すいません、僕です。もうほっとしません。ホームランの喜び出てんねんおい。すいませんでした。いやいやいや、窓を割ってしまったという罪悪感をホームランの喜びが上回ってんねん。すいません、申し訳なく来い。ガキヒュー、危ない、パリー。こら誰がこんなことしたんは。すいません、僕です。何ちゅうことしてくれたんや。すいません、こんな貧乏そうな家やのに。しばくぞお前、いらんこと言うなよ。すいません。あ、君どこの学校や。駒沢大学です。大学生かよ大学生が空き地で野球すんなよ
小学生で中津小学校です。あのね、名前は中山翔二です。中山翔二ね。あ、すいません、それ中山きんに君の本名です。目的ないよお前。なんでそっち側言おうみたいな。自分の名前言わんかい。石田明です。石田君ね、はい、あの君ではどうにもならんから、はい、あのお母さんにちょっと話聞くから、あの電話して。それだけは。お母に電話してって。それだけは。この電話で電話せ。ガラケーなんですね。バカにすんなよお前。ええから早くお母に電話せ。ああ、もしもし、お母さん今日晩ご飯いらへん。何の報告やろ。窓ガラス割ったこと言わんかい。ああ、ごめん、今公園で野球やってたんけど、あのホームラン打って、あの人の家の窓ガラス割ってもうてん。うん、そう、ホームラン打って、うん、左中間、うん、ありがとう。褒められてるやん。おかんも行かれてんのか。おい、カセも。あ、もしもし、お母さん、これ弁償になりますんで、とりあえず来てもらっていいですか。もう電話切ってます。何してんのお前。勝手に電話切るなよお前は。すいません、もう一回お母さんに電話かけろ。無理です。かけろって。無理です。お母さん、これから不倫相手と会うって言ってたんで。嘘なんかお前。すいません、嘘みたいなおかんやんか。無理です。お前もう音に電話せ。お父さんは僕がまだ小さい頃に、あー、なんかすまん、プチ整形したそうで。死んだテンションで喋んなよ。おとんの顔がちょっと良くなったか知らんけどやな。どうでもええわそんなん。じゃあお前が土下座してまで雷親父やってくれてお願いしてきたんや。怒りすぎや。怒るやろ。許してくれや。もうこれあげるから。いや、おかきで許すわけないやろ。これおかきちゃん、あの割れたガラスの破片や。口の中大変なことになるわ。もうええ。お願いしまーす。どうも、お疲れです。俺ちょっとね、はいはい、苦手なものがあるんだよ。井上の分際で。どういう意味やろ。誰だって苦手なもんあるやろ。あ、苦手なもの、うん、大喜利、うん、まあ苦手やけど、うん、あ、それじゃない。あ、違うの。あ、そう、絵描くこと。あ、まあそれも苦手。あ、苦手や。あ、それを言いたいわけで。おしゃれ。もうやめてくれやおい。的確に人の苦手なもんばっかり言ってきやがって。違うんか。話なるやろお前。違うんか。違う、苦手なものがあってな。俺高いところが苦手やねん。あ、確かに高いところめちゃくちゃビビってるもん。そうやね。あ、だからなんや。高いところ苦手やから、あえて好感度も低くキープしてんの。そんな風に合わせてないよ。シンプルに嫌われてるだけやおい。そうな。当たり前やろ。あ、でもあれはあれ、高いところ苦手やからやな。あの腰の位置低くしてんの。足短いからや。足短いからそうなってんねん、腰の位置が。嘘やん。当たり前やろ。でもこれは高いところ苦手やからやろ。あの貯金残高低くしてんの。金ないからや。ただ単に金ないから言うてんねん。お前、全然やめろよ。俺の弱点ばっかり言うてくんのお前。全然知らんかったね、みんなね。高いところ苦手なの。その点お前高いところ得意やんか。あ、僕は結構得意なんですよ、高いところ。うん、その証拠にね、まあ好感度も腰の位置も貯金残高も高くキープ。なんじゃこいつ。なんでこんなこと自分で言うやつが好感度高いの。なんでやろうね。鬱陶しい。めちゃくちゃ鬱陶しいやん。でもやっぱこう先々のためにな、はいはい、高いところとかも克服しときたいのよ。ああ、そう、それやったらやっぱバンジージャンプじゃん。いや怖いやんか。いや大丈夫だから、バンジージャンプの俺今日スタッフやってあげるから来いよ。それで克服できる。バンジージャンプさせたるからお前。すいません。あ、こんにちは。あのバンジージャンプやりたいんですけど。バンジージャンプですね、かしこまりました、はい、じゃあ紐ありか紐なしどっちにしますか。ありに決まってるよ。誰がなし選ぶねん。死んでまうやないかお前。紐ありでいいですか。当たり前やろ。わかりました。もしも紐なしに変更したいときはいつでも申し付けください、うん、言うわけないやろそんなことお前、はいはい、絶対紐ありで頼むわ。いいですか。それではですね、まずあの高さの方なんですけども、はいはい、選べまして、なるほど、50m、30m、15m とあります。でも初めてなんで、じゃあ 15m で、はいはい、15m でいいですか。あ、お願いします。あのぶつかる可能性ありますけど。絶対言えよ。死んでまうやんけ。地面にドーンという可能性。いや、あかんよそんな。でも大丈夫です、 70% の確率。ほぼ死んでまうやん。あかんあかん、それどうですか。うん、30メートルにするわ。30メートルで かしこまりました。じゃあですね、あの紐の硬さを選べるんですけども。硬さ、はい、紐の硬さが、バリ硬、硬、普通。豚骨ラーメンやん。え、そんな決め方。はい、あと矢はところてんと。死んでまうやん。矢はところてんも絶対死ぬやんか。ところてんでよろしいですか。いややって。普通でお願いします。普通でよろしいですか、はい、それではですね、紐の長さも選べまして。長さ、はい、紐の長さなんですけど、50m、30m、15m。3分の2で死んでまうやん。俺 30m 選んでんねんで、はい、50m、30m、15m やろ。3分の2で死んでまうから、はい、30m がおすすめです。いや、ビタッと死んでまうやん。いやや、そんなダメですか。もうじゃあ15m でいいです。15m でよろしいですか。かしこまりました。それではですね、あのハーネスの方をつけさせていただきます。あ、お願いします。失礼します。お前がつけんのハーネス。はい、俺やろハーネスつけんの。あ、いや、私がつけて、あの私が、お客様をこう抱きかかえてジャンプする。危険すぎるやろ。いや、俺何にもない状態やから。
それなしでお願いします。紐なしですね。あ、違う紐なしじゃなくて、お前何が何でも俺を地面に叩きつける気か。イエスの言い方やねん、それは。全然そんなこと。でもあのハーネス私にありで。あ、ありで。紐もありで。わかりました。じゃあハーネスね。じゃあこちら足通してください。すいません。はい、こちらも。はい。あ、あ、まあ、まあええか。よしよしよし。あかんやろ。おい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 。大丈夫大丈夫。お前なんかまあええか言うたやろ。子供用のつけただけ。絶対あかんやろ。大人用のつけろや。当たり前やろ。わかりました。では、はい、こちらの、はい、足通してください。すいません、足通してくださいね。じゃあちょっと引っ張りますね。わかりました。はい。もう最近暖かくなってきましたよね。こんなにね、はい、急に暖かくなるからね、うん、上着とかも超難しいっすよね。まあ、革ジャン買ったとこなんですけど、革ジャン着るって話引っ張ってる。いや、ハーネス引っ張んねやろ。ハーネス引っ張話引っ張らんでええから、ハーネス引っ張れよ。すいません、ちょっと引っ張りますね、すいません。やめて、やめて、痛い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 、もう着きました。もう着きました。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっとお時間、ちょっとお時間ください。大丈夫ですか。大丈夫です。着きました。はい、着きました。はい、着きました。本当着きました。ちょっとお時間ください。ちょっとお時間ください。本当着きました。はいはい、着きました。一旦確認した。着きました。大丈夫ですか。着きました。はい、じゃあこれで安心ですね。はい、はい、では、こちらの方に。あ、ここですか。はい、立っていただきましてね。いやいや、でもちょっとこれが怖いな。じゃあここからつま先だけちょっと出していただいてもいいですか。いや、でもこれがちょっと怖いんですよ。まあ、怖いですよね。はい、心の準備大丈夫ですか。はい、じゃあ行きますよ。ひーふーみーよー。えらい和風の掛け声やな。え、普通スリーツーワンバンジーやろ。3、2、1、バンジーがお望みで。そっちでお願いします。かしこまりました。はい、じゃあ心の準備大丈夫ですか。はい、わかりました。じゃあ行きますよ。3、2、1、バンジー。ちょっと、あ、ごめんなさい、無理ですね。そうなんですよ、無理な方多いですよね。3、2、1、バンジー。あー、やっぱり無理や。無理なんですよね。3、2、1、バンジー。無理や言うてんの。煽りバンジー。こっち無理や言うてんのに強引に行かせとすんなよ、おい。なんか深呼吸取るとかあるやろ。じゃあちょっと深呼吸しましょうか。あ、わかりました。じゃあ深呼吸していただいてね。はい、ほんでもう絶対に飛べる魔法をかけますんでね。あ、そんなんあるんですか。はい、キラキラリン。はい、大丈夫です。それ大丈夫ですか。大丈夫です。いけます、それで。はい、本当ですか。ではこちらの方に立っていただきますね。はいはい、じゃあ行きますよ。はい、3、2、1、パンチ。わかった、おい。何してんねん、お前。強引に落としに行ってええわけないやろが。すごいアニメみたいに空飛んで戻ってきますよ。あかんやろ、空飛んでこうビューンって。あかんという思いが操作してんねん、お前。トムとジェリーしかあらんね、これ。古いね、古いトムとジェリー。トムとジェリーしかあらんな、これ。古いね、古いんだけど戻ってくるもん。しょうがいねん、もう。じゃあええから、もうこんなあかんから。これダメです。当たり前やろ。わかりました。じゃあもう最後の手段ですね。最後の手段。じゃあすいません、こちらにちょっと大きなの、あの引きますんで、はい、こちらの方に立っていただいてもいいですか。ここですか。はい、はい、じゃあ3、2、1、バンジーのタイミングで、はい、私がテーブルクロス引きしますんで。絶対あかんやろ。もうええわ。お願いします。どうも、キングカルでーす。さ、うん、アラジンと魔法のランプって知ってる。もう知らんな。タージンのおすすめのランチやったら知ってる。真逆やろ。全然違う、全然違う。こっちファンタジーの話してるから。ああ、はいはい、アラジンと魔法のランプ。ああ、あれ、ランプの中に監禁された青いやつな。語弊あるわ。あの監禁とかちゃうね。結構魔法のランプをこすったらな、こう魔法のランプの精が出てきて願い事が3つ叶うってやつ。ああ、はい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 。まあ夢あるやつ。だから夢あるやんか。もし手に入れたらさ、願い事何する？うん、俺、うん？いや、願い事せえへん。せえよ。なんでせえへんねん、お前。いや、せえへんやろ普通。いや、せえよそこは。願い事3つも叶うねんで。いや、しないっすよね。いや、するやろ普通。え、そもそもそれどうやって手に入れたは。いや、魔法のランプどうやって手に入れた。いやいや、手に入れた方法なんかどうでもええねん。いやいやいや、入手経路教えてくれ。覚醒剤かお前。何入手経路って。入手経路がわからんと願い事なんかせえへんって。いや、ええねん、そんなんは別に。なんでや。いや、俺はお前の願い事3つ聞きたいだけやから。俺は入手経路1つ聞きたいだけ。なんなんこいつ。入手経路教えてくれ。それがわかったら答えてくれんの。答えるよ。あ、じゃあ、道端に落ちてる。道端に。あ、魔法のランプ。あ、そう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 。道端に。あ、どうするよ。警察に届ける。なんで。いや、届けるでよ。いや、願い事叶えろや。なんで願い事叶えんねん。
かなへんよ、警察に届けるよ。もう魔法のランプは別に警察なんか届けんでええから。そもそもあれ落ちてて、あ、魔法のランプやとはならんやろ。何がやねんなお前。なんでみんな、あれ魔法のランプじゃん、うわ拾おうってならへんやろお前。あんなもんただの、あ、外国品の骨董品やんってなるやろお前。外国の、それを拾おうってお前、あれを魔法のランプって瞬時で判断するやつの方がヤバいやつやろお前。オッケーオッケー、わかった、ね、そのランプの横に看板が立てかけてあってな、ほんでこれは魔法のランプです、本物です、願い3つ叶えやって書いたんだ。何するよ。何もせん、ドッキリ番組やろ。なんでそう思うの。完全にモニタリングやろそんなもんお前。いやいや、ええやん別に、そう疑わんで。いや疑う、誰が信じんねんそんなもん。まあまあええわ、じゃあもう疑ってええわ、ドッキリやとしよう。ドッキリ、お前芸人やろ。芸人や、芸人やからドッキリやって分かって、もうそこは乗っかるがな。乗っかるよ、それ乗っかるよ。ほんならこう魔法のランプをこするやろ。こするこする。ほんならランプのせいがブワーって出てきたら、うわ本物やーってなるやん。ならへん、うわー今の映像技術すごいなーって。ならへんやろお前。なんでそっちがあんの。あるよ、俺カメラ回ってるもんやと思うからやな。なんか願い事せなあかん、で願い事もおもろいこと言わなあかんって思うから、結果井上が不幸になりますように。絶対やめろよお前。その願い叶ってまうねんぞ。叶ってまうよそらお前。無理やってそら、うん、じゃあ分かった、道端やめよう、やめてくれそれ。じゃあこうしよう、朝起きたら枕元に魔法のランプがあった。枕元に、うん、だったやろ。いやええことないやろ。何がやねんの。速攻で警察に通報する。すぐ警察行くなよお前は。そりゃそうやろお前、完全に不法侵入者おるやんけお前。はぁ、でお前なんか奪われてるんやったらよ、なんか足されてんの。いやええやん別に、だからめちゃくちゃ怖いやん、なんで足してんのってなる。せめて奪ってほしいよ、不法侵入したんやったら。じゃもうそんなどうでもええねんけど。よくないやん。オッケー、分かった。でも起きたらポーンって魔法のランプが出てきたやん。え、起きたらポンって出てくる。あ、ポーンって起きたら、俺が起きたらポーンって出てくる。ポーンって出てきてね。めちゃくちゃ怖いやんけお前。それこそ警察に連絡するわ。なんか起きた瞬間ポーンってこれ出てきたんです、すぐ報告するわ。あ、あったあった。あれにしよう、靴下の中に魔法のランプが入ってたな、大きい靴下の中に魔法のランプが入ってた。クリスマス、あ、絶対やろ。あれ、あのサンタさんからメッセージ書いてあって、この魔法のランプ本物やから、あの願い事叶えやって。めっちゃ関西弁やん。ああ、ゴリゴリの関西弁やん。ま、これやったら入手経路も安心やし、願い叶えやすいやろ。いやいやいや、そんな関西弁のサンタめちゃくちゃ嫌やぞ俺。いや、ええやな、そこは適当に願い叶えやみたいな、そんなやつ信用できへん。願い事何すんねんっていう話や。いやいや無理やって。そもそもやね、まあ枕元にそのな、その靴下の中に入ってたとしようよ。うち3姉妹おるね、一緒に寝てんねん。ああ、な、俺よりも早起きやねん。ああ、な、もうサンタさんからのプレゼントが置かれてたら、うちの子たちもう先にその魔法のランプで遊ぶわな。ほらもう俺が起きた頃にはもう枕元大量のお菓子とおもちゃでいっぱいなってる。願い叶えてるやんお前。何勝手に叶えてくれてんねん、この手癖の悪い娘。手癖悪いってしゃーないやんけそんなもん。ちゃんとしつけせえよ。どうやってやねん、どうやってそんなもんしつけせえ。3姉妹に魔法のランプのせいが出てきても願い事は言うてはいけませんよ。言えよ。やばすぎるやろ俺は。やばすぎるやろ、魔法のランプのせいが出てきても願い事したらあかんでって普段から口酸っぱく言ってる。そうや、めちゃくちゃ変な噂流れんぞ俺。そうしたらええやろ。ほんで口酸っぱく言うだけ言うといて、ああ、お父さんは速攻願い事3つ言うんかい。毒親甚だしいぞ。考えすぎやっておい。あかんよそんなもん。あったあったあった。じゃあもう一番手っ取り早いので行こう。ああ、俺が渡すわ。フロム井上。ああ、ほんなら入手経路も俺やし、安心してな、この願い叶えられるから。井上からもらう。ああ、それで行こう。ちょっと練習させてもらう。いらんやろ練習なんか。じゃええねん別に、この練習とかないから。願い事するように頑張るから。じゃあ、いらんいらん。じゃあちょっと俺楽屋におるから。楽屋行くのって。じゃあ俺お前の願い事3つ聞きたいだけやねん。なんでエアロビをしている。古いタイプのエアロビしてんなこいつ。めんどくさいな。アイス。おう、アイス。あのさ、おちょっとこれ見て。おう、何これ。魔法のランプ。いやいや、分かる分かる、あの信じられへんやろ、信じられへん気持ち分かんないけど、これ本物の魔法のランプやねん。嘘みたいな話やねん。そうそう、嘘みたいな話やねんけど、本物やねんこれ。願い事3つ叶うねん。そうかそうか、すごいな。お前にあげるわ。いらんわ。なんで。
もらえよ。いら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 。じゃあもらって願い事見つかないの。井上、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 ちょっとお前長期休暇取れ。大丈夫やって。俺精神的にやんねんちゃうねん。いや違う違う違う、最初はみんなそういうね、いや違うね、無理すんな、大丈夫、無理すんな、今日は帰って左右飲んでね、大丈夫やから。精神的に参ってるじゃないねん。お前に願い事見つかないでほしいから言ってんねん。金に困ってんのか。金じゃないの、金に困ってるな。お前の願いを3つで、あとあと俺に金請求すんねんな。違う、願い事かなったやろ、お金くれるかって言うてんねんな。違う、そんな話、お前に願い事見つかないでほしいねん。おい受け取れ。いやいやいや、俺に渡すぐらいやったらお前が叶えたらええやな。お前が使えな。あ、俺はもう使って、もう3つ願い事叶えたから、これ1人1回って決まってるから、願い事叶えたから次お前使って。これなん、どういう意味や。おい、何使ってこれって偽物やん。なんでそうなんだよ。願い3つ叶っとんねんこっちは。偽物やん。偽物ちゃうねん。ええからもう早く願い事叶えや。井上、俺は願い事叶えてほしいわけじゃないねん。願い事は叶えたいね。めちゃくちゃ鬱陶しいやんこいつ。ベンチャー企業の社長かお前は。じゃもうええから、俺願い事3つ聞きたいだけやねな。何があったんやお前は。何にもないねん。お前の願い事3つ教えてくれ。分かった、願い事するわ。頼む。そう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 、あほんまに出てきた。あそう、ほんまやから、ほんまやねん。ほんまに出てきた。井上を休ませてあげてください。病院に行かせてあげてください。無駄に使うな。おいおい、二つ無駄に使ってもうたぞ。そして一刻も早くこのネタを終わらせてください。いやもうええわ。かわいそう。うん、そりゃそうなるわな。はい、行きましょうね。事故の前にこの人気が欲しかったんじゃないの。なんか久しぶりやな。まあまあ、うん、久しぶりやな。うん、久しぶりやな。なんかあった。なったんや。すごいあったんや。なんならお前の方がよく知ってるはずや。いや俺知らんね。俺はやっぱあのテレビとかあんま見ひんから全然知らへんねん。俺基本ネットニュースしか見ひんから。絶対知ってるわ。じゃあ絶対知ってる。俺も大概やけど、お前すごい出てたから。あそうなの。いや全然分からへん。なんかあった、うん、あごめん、なんかあったった。それや、それのこと言ってん。知ってるやろお前は。あそれ。いやいや、でも本当に皆さん見てね、うん、本当にすいませんでした。頭下げるのやめてくれよお前。何がやねん。また40秒頭上げへんのかな。すごい言うやん。びっくりするやん。お前漫才無駄時間お前。そんなお前めちゃくちゃいじってくるやんけ。いるやろ。てかお前全部のネタに俺が入ってたぞ。いるやろそれお前。はい、いや思ってたより来るやん。思ってたより来るやん。あの時タクシー運転手が一番思ってたよ。ごめんって。思ってたより来るやん。ごめんよ。でその後思ってたより行くやん。すごい反省してるから。反省してんの。申し訳ない本当に。はい、ねえ、まあこれで復帰ということですからね。いやいや本当にね。よろしくお願いします。本当ね。もう石田さんとあのファンの皆様のおかげでございます、うん。本当にありがとうございます。これから頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、やめろや。おい動きに出てんねん。いや久々の漫才やから俺もテンション上がってんねん。いやそりゃ俺も気持ちの上では一緒やけどやな。テンション上がってんの。もちろんそうや。だから結果楽しんでやっていこうよ。楽しんでやりましょうよ。俺ちょっと最近な、ちょっとやりたいことがあるわけよ。何、免許の再発行。ん、違う、違うか。あ、分かった。世田谷区で車線変更。ある意味ヒットエンドすごい言うやん。どんだけ言うてくんねんおい。何がそら言うやん、そら言うやん。そんな何をお前普通に漫才始めようと思うやん。フリフリ言いたいことあんねんけど。何がやねんお前。やりたいことなんかやらせてあげるか。お前漫才ちゃんとやろうぜ。あかんよお前。もともとお前突っ込むこと自体不謹慎やからな。なんでやねん。
当たり前も突っ込んでもうと言いながら突っ込んでもうと。どこまでも職業柄突っ込みやんの頼むわ。だって今日もあれやろお前、俺に突っ込むだけ突っ込んで、うん、最終的に向こうに逃げていく。そういうもんやねん漫才って。みんなそうやねん。あかんあかんあかんってなんやん。やばいお前、突っ込み禁止やお前。禁止？今日は突っ込み禁止やお前。ほなどうしたいねん俺。どうしても突っ込みたくなったら、うん、謝れ。はぁ、わけ分かれへんやん。おい俺なんでやねんって言いたくなったら、すいませんって言わなかった。そうや、いやそれでは漫才成立せえへん。そういうルールの漫才やから。いやそれおもろないやん。ルールに従うべきや。やろ。まあ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 、それな、うん、だからお前は安心して俺の助手席に乗っといたらええから。すいません。そうやな。でも俺がもしもな、あの都合のいい風に解釈してたらお前ちゃんと注意してくれよ。すいません。頼むぞ。やったよね。なんでやりましょうね。あ、まあでも僕たちね、もう、うん、結構付き合いが長いんですよ。あ、もう言うても25年の付き合いや。中学からの付き合いですから長いんですよね、うんうん、やっぱあの僕たちにとってのターニングポイントというのが結構あるんですよ。まあいろいろあるな。やっぱりまずあのが2000年の5月14日ね、うん、コンビ結成や。これがやっぱり一番のターニングポイントじゃないかと、うん、まあまあ確かにね、思いますね、うん、そう思ってました。でもそれを乗り越えていったのが2008年の12月21日あ、M1 グランプリ優勝やないか。これはもう感動しましたよ。確かにそう、ね、そして乗り越えていったのが2016年の12月11日。すいません、本当にすいません。12月11日、胃にいい日にとてつもなく胃に悪い出来事を起こしてね、井上が禁止になりましてね。超ウケる。何がおもろいの。いや笑うとこちゃうやろ。ここはもう突っ込んでるやん。ちゃうやん。何がおもろいね。違うやん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 。またルール破ってるやん。俺今さっきルール言うたよね。謝るルールを作りつけたのに。ルール破るという言い方やめてくれ。ルール破ってるやん。いや今のは大丈夫な範疇やろ。出た、都合のいい風に書いてある。ごめんよ、ごめんって。ごめん、あかんで。いや突っ込まない、ごめんなさい。あかんで、はい、基本的にお前これからも大変やで。ポジティブキャラももう無理やから。いやでもキャラって言われてもポジティブみたいなのはもともとあるもんやん。本質か、あれ本質。まあまあ言うたら本質みたいなとこや。本質か、うん、じゃああれやな、お前もう昔からそれ言ってたもんな。確かにな、ポジティブや言うてな、うん、まあまあ言うてたよ。仕事に関しても恋愛に関してもな、うん、周りから無理やとか不可能やとかな、やめとけって言われたことでも、うん、0.001% でも可能性がある限り俺は諦めへんって言ってたもんな。まあまあ言うてたな。だから逃げたんや石田。そうやな、竹内が困れ、お前当たったぞ困れって言ってんのに、お前は 0.001% の可能性を。ごめんなさい。せやな、じゃあポジティブは本質か。キャラですね。キャラやな、はい、あの人気者になりたくてやってました一生懸命。キャラやな、はい、キャラです、はい、じゃあお前ナルシストキャラはどうやねお前。ナルシストに関してはもう生まれ持ったもう生まれた時からそうやったからさ。あ、じゃあもうあれは本質ということでな。まあまあできることならそれで頼む。分かりました。じゃあ車線変更の時にルームミラーを見てたらいいな。やめます。すっごい自分のこと好きじゃない。めちゃくちゃブサイク。めちゃくちゃブサイク、めちゃブサイク、めちゃブサイク、全然好きじゃない。めちゃブサイク、自分のことすっごい嫌い。絶対俺の方が嫌い。何やお前、何やお前って、何やお前、何やお前、何やお前。申し訳ないよ。お前反省してるんじゃん。いやすごい反省してますよ。ほんまか。すいません。ほんでお前あれどうすんねんお前。あのキャラは続行でか、嫌われキャラ。それもやめます。無理や、無理無理や、嫌われキャラの卒業は無理って。無理や、お前今まではお前な、お前何もしてなくても嫌われてて、今となったらお前嫌われる理由が明確になる。分かりました。あるからよ。続けます、続けますよ。自動的に続きます。辛すぎるやろ、今のはツッコミ。違う違う、今のはもう内側から出てくる感想みたいなもんや。感想か。そうや、お前。そうそうそう。いやでもな、これお前嫌われキャラだけでは辛いぞお前これから。まあまあ確かにそりゃそうやな、辛いやろ。だからこれからな、お前のキャラを一個考えた。あ、どうしたんや。一発ギャグキャラや。一発ギャグキャラ。一発ギャグキャラでお前売り出していく。一発ギャグなんかまずキャラにするもん。違うや。いやもうそれはもう お前が決めんのよ。またいや、まあそれは分かった分かった。申し訳ない。えー、そうなん。いや、いいけど別に。いやいや、ごめんごめんごめん。おお、ごめん。え、ごめん、俺が決めていい。俺はお前の言う通りに従う。お前なんか今それなんかあれちゃう、お前の好感度上げようとしてない今。大丈夫。いや大丈夫大丈夫だな。申し訳ない。じゃあ俺の一発ギャグキャラ乗るな。一発ギャグキャラな、乗るな、乗る乗るな。オッケー。パクリの一発ギャグキャラ乗るな。パニックやわ。
どういうこと、パクリの一発ギャグ。パクリの一発ギャグ、だから一発ギャグはな、考える能力を持ってない、はい、だからね、今も流行ってる一発ギャグがいっぱいあるわけですから。まあ確かにいろいろあるわ。それに便乗して、お前の個性をぶつけていけばいいの、うん、あ、ごめん、ぶつけるとかごめん、やめろよ、こっちに引っかかってんよ、そこは。ぶつけるとかごめんな、個性をそこに出してったらええねん。だからそれを、だから俺が今やったやつをお前がやればいいから。お前がやったやつを俺真似てやればいいから。俺がやった直後やればいいから。分かったな、分かったな。ドーン当たってもうたー、やっべえぞ。ごめんよ、ごめんよ、ごめん、ちょっとそれはできないな。なんでできへんねん。ごめん、ほんまか、うん、当たってないか当たったかで言うと、当たった方に手応えよ。ごめんよ。あ、あれを一発ギャグ。いや、いやーやなくて、いや、ごめんって。うわ、当たってもうたー、でも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 、いや、ごめんって、ごめんって、ごめんって、ほんと申し訳ない。ちなみにここはアクセル踏んで。いや、やめて、そういうのも。ちょっとずつだけ進んでいくだけやで。おー、余裕あんな、余裕もないねん。余裕あんな、余裕もないねん。ほんまか、じゃあこれでいこう、お前な。唐揚げ、厚揚げ、僕、当てにごめんって。いや、どんなか謝んねん。もうええわ。どうもすいませんでした。無限大レギュラー陣がネタをやっちゃいまーす。本日のゲストは、ノンスタイル。それではご覧ください、どうぞ。どうぞ。俺さ、あの芸人のキャッチコピー、はい、あれ好きなんだよ。あ、あのエンタの神様の最初とかでこう、そう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 、はい、あのノンスタイルで言うとね、うん、順風満帆と前回一般のコンビ。全然違うわ。見たことあんのかも、エンタの神様。あれちゃうか。ちげえ、ノンストップの爆笑漫才とか弾ける漫才方式みたいな。あ、確か、お前伏線回収してたんや。何伏線回収って。だってほら、ノンストップで事件起こしてさあ、その後人生弾けてるやん。しばくぞお前は。俺そんな話したんちゃうねん。伏線回収、人生で伏線回収。何を言うてんねん。そのエンタの神様のキャッチコピー、はいはい、俺好きでさ、いろいろちょっと覚えてるから、ちょっと今回クイズにするから、 お前と、それでこうお客さんと、ちょっと考えてみて、誰のこと言ってんのかなって、ね、全然全然いけますよ、はいはい。じゃあまず最初ね、うん、まあ、簡単とか言うと、特艦の栃木魂。簡単すぎ。まあさすがにな、これは簡単すぎ。まあ最初やから。渡辺恵理子さんやろ。誰？え、渡辺恵理子さんやけ。え、誰？栃木出身の阿佐ヶ谷姉妹の身長高い方。フルネームで言う人あんまおらんで。えりこさんの名字渡辺っていうの。渡辺えりこさん、栃木出身も初めて知ったし。違うの。不都合、有事工事やん。ああ、栃木の青木謝罪王な、うん、張り合ってくんなよお前。何それ、自分のオリジナルのキャッチコピー。いや別に別に。あ、ちなみにお前はな、うん、世田谷のリアル謝罪王。誰がやこれ。お前俺より謝罪してると絶対世田谷におるわ。おるか。ほんだ次いくで。おう、よし。吉本帝国の核弾頭。おい、岡本社長の。あかん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 。どこをいじくり回してんねんお前。え、違う。なんで岡本社長がピンで縁立ててんの。視聴者びっくりするやろ。え、どうした吉本って言うやろ。違う違うやん。絶対ウケると思うけど。いや、ウケるやろうけれども、それもう縁立の最後や、それは。いや収録してへんやろ。いや、ええねんそんな。言うかそんなこと。収録しとんねん縁立に。違う、藤原さんや。ああ、はいはい、吉本印の天然ギャガーな。オリジナル。じゃあオリジナルが気になんねん。ほんで何が腹立つって、うん、オリジナルがまあまあええねん。あの本家が霞むから本家超えようとせんといて。あの、そんなつもりはないですけどね、うん、全然。あ、でも簡単なやつで、はいはいはい、ヒップホップな武勇伝。ウェイ、これは簡単。バッドボーイズさん。どこがやおい。どこが武勇伝といえばやっぱそうですよね。いや、ガチ武勇伝やねん。あれダークサイド武勇伝やねん。ダークサイド全然ヒップホップ感ないやろうがおい。あ、違う。いや、オリラジや、オリラジ。あー、異端児が生み出した究極のポップ芸な。クオリティすごいなお前。さっきからオリジナルのキャッチコピーのクオリティすごいぞお前。確かにな。いや、でも確かにお前のいいもんだやった。本当。でも俺もそんなん出せるから。あ、ほんま。俺もめちゃくちゃエンタ大好きやから。あ、まあまあ、まあ、出てたしな俺も。ちゃんとチェックしてるから。あ、いいよ、出して。いい。うん、じゃあいきます、うん、じゃあ一ついきますよ。オッケー。絶好調のコンビ。え、それだけ？それだけ、それだけ。絶好調のコンビ。ほとんどそうや。エンタに出れる人は。これに関して言うと一組しか言われてないから。
いや結構な数の芸人に当てはまるってこれ。いやいや違う違う、でもこれこのキャッチコピーで呼ばれたのは一組しかおらへん。分かるよって人います？いや分からへんよ。でもこれ実際にほんまやから。絶好調のコンビ。いや分からへんよ。ヒントあげよう。あ、じゃあヒントちょうだい。 TKO さんではありません。分かってるわお前。お前こんな悲しいツッコミさせんなよお前。え？分からへん。絶好調のコンビ分からへん。誰よ、いっぱいおるから。分からへんの、うん、残念、チョコレートプラネットでした。そうなん、チョコプラまあ絶好調やわ。そうなんですよ。あ、まあまあそうなんや。じゃあ次行きますよ、うん、じゃあ行きますよ。人気上昇中。分からへんって。じゃあそれだけでは分からへん。これは分かるね。ヒントがないやん。これも一組しか呼ばれてないから。じゃあ分からん、そんなん。人気上昇中。ほとんどがそうや。ヒントいります？あ、ヒントちょうだい。あなたではありません。分かってるわお。だ、悲しいツッコミさせるなよお前は。人気上昇中分からへん。いっぱいおるもんそんなコンビ。残念、ウエストランドでした。ウエストランド。じゃあ次行きますよ、うん、人気急上昇中。ほぼ一緒やねん。絶好調とか人気上昇とか人気急上昇とか全部一緒やん。分からへんの。分かるわけないやろ。残念、ニューヨークでした。違う違う、分からんねんそれは。これまとめて調べてください、ちゃんと。これヒントがなさすぎるから。でもそう なってんねん。せいでクイズ出すねんから分かるようにやってくれよ。分かるよ。例えばこうお笑いアウトレイジとか。あ、横山やすしな。古いやろお前。サンドイッチマンさん。あ、好感度ナンバーワンコアモテ漫才師な。オリジナルええってだから。すごいクオリティのオリジナルやめて、はいはいはい、あとベリーグッドなダンシングー。ガレッジセール。どこがやおい。江戸はるみやんか。あれだ、高学歴塾女の常識への逆襲な。すごいクオリティ。あれな、それで飯食おうとしてんのかこいつ。すごいよなあれな。まあと言うたらな、みたいな、なにわの賞金稼ぎ。なにわ男子な、うん、芸人でもないやん。もう最後芸人でもないから。テンダラーさん。ああ、はいはい。円安だろうが高値の漫才師な。すごいなお前。すごいクオリティのキャッチコピーいっぱい出てくるやん。なかなかいい問題でしたね。まあでも私の方がやっぱ問題出すの得意ですから。お前の分からへんねん、はい、な。じゃあ行かしてもらってもいいですか。じゃあ分かるの頼むで。いきますよ、うん、今勢いのあるコンビ。分かるわけないやろ。もうそうなんや。何を泣いてんねん。だってお前もうかれこれ15年同じこと言うてるやん。やかましいよ。なんでええねんそんなこと。いやでもまあ彼女できてな、こうデート落ちたいわけよ。デートね。まず行くんやったらさ、彼女の家までこう車で迎えに行くわけよ。大丈夫か。何がやねんなおい。お前あんなことあったのに車で行って大丈夫やんか。大丈夫や。分かった、今回は心配から俺が運転してあげるわ。気まずいわおい。なんでお前がついてくんねん。何がやねんお前。いやろ、2人のデートにお前が入ってきたら。いやお前が運転してる時の方が彼女気まずいやん。いらんねんそんなこと。とりあえず彼女の家の前まで車で着くわけや。はい、お疲れ様です。ゴミ収集車違うねん。違う。そういう車で行かへんから。はい、行きましょう。乗り方。どうなってんねん彼女。おいなあ、ご近所さんに挨拶すんなよ。そこはいいだ、オープンカーで行くわけよ。オープンカーな。彼女の家に着いたらな、彼女が家からこう降りてくんねん。おはようございます。体育会系やな。今日も一日よろしくよ。こんな女の子違うから。いやそこは可愛い子おはようっつってくれてるから、うん、ほんでな、俺が乗ってきた車になこう食いつくわけよ。うわこの車かっこいい。そうでしょ、君を乗せるにはやっぱりこれくらいの車じゃないとね。もう井上くんたら関節決めんねん。そんな女の子嫌やわ。とりあえず乗ってドア開けろや。なんで飛び越えてくんねん。ドア開けて乗ってこいよ。パタンパタン。じゃあ行こうかと。よし、今日の主役。そんなもんつけるか。なんで助けつけなあかんねん。シートベルトに決まってるやろか。じゃあ行くで。ブーン。今日はどこに連れてってくれんの。まずはランチにでも行こうかなって。うわーいいね。じゃあさ、ドライブスルーして食べたもんを食堂スルーしてトイレにスルーしようよ。汚いね。そんなこと言わんでええわ。いやそこはな、実はお弁当作ってきたんだよ。実は今日私お弁当箱作ってきたんだ。箱の方作ってきた。箱オンリー。すごすぎるやろ。お弁当でええから。お弁当作ってきたな。二人でこう公園に行ってな、お弁当を食べるわけや。よし、じゃあそっち持って。あとブルーシートとか引くねんな。行くよ。パカね、具沢山でしょ。弁当すごいねこれ。え、このサイズの弁当作ってきた、うん、いや違う、大体これぐらいのもんやんか。これぐらいの。でこうあーんってやってくれんねん。あーん、そういうこと違うわ。にらみつけろ言うてんちゃうねん。食べさせてくれるから。あーん、うわ美味しい。あ、ほんと嬉しい。これ自分で作ったんや。うん、おかんやな。これはもう絶対におかんや。いや、そら半分ぐらいはお母さんが作ってくれたけど、でも残りの半分はコンビニ。お前ゼロやないか。そんな
何にもしてんぞ。ええわ。ほんでこうお腹が満たされたら2人でなんかスポーツとかをするわけよ。いいね。あ、じゃあキャッチボールでもやるか。うん、さしよう。行くでーす。それ、本格的やって。おいおい、すごすぎるってな。おい、そんな女の子嫌やって。おい、あ、しゃべっち来い。キャッチャーをやるな。おい、やるな、キャッチャーを。低め来い、低め。低め来いとか言う女子嫌やから、嫌やから。じゃ可愛くやってほしいから。あ、出た、バドミントンとかをするわけよ。いくよー。はーい。それー。アウト。見極めるな。何リアルなジャッジをしてくれてんねん。おい、いい、それ熱い女の子嫌やねん。可愛くやってほしいから。あとフリスビーとかな。はい、それー。犬かお前。そんな風に加えるか、おい。ええわ。じゃあこっちも投げて。はい、じゃあ、うん、どこ投げてんねん。ごめんなさい、手が滑っちゃって。滑りすぎやろ。お前は取ってくるわ。バタン、ブーン。勝手に帰るな。どうもありがとうございました。自分はみんなのアイドルになられへんて。違うわおい。誰がそんなこと言うねんお前。違うんかい。いや、俺が結婚できへん理由や。おお、なかなか悲しい漫才の始まりですよ。うるさいな。心の準備大丈夫ですか。いや、この緊急事態宣言の時にね、時間があったからな、こう結婚できへん理由に考えたんや。そっちの方が緊急事態やったよ。なんやこいつ。いらんこと言わんでええねん、おい。あれ、外見とかな、こう内面とかいろんな要素があるけどやな、俺が結婚できへん理由が分かったよ。おうおお、なんだ、お前が結婚できへん理由は。お前や、お前。俺や。ああ。俺？お前がな、こんな20年間テレビとか漫才とかでな、俺の評価を著しく下げてんねん。お前、世界最高峰の言いがかりやんけ。何がよ。ほんまにそうやないか、お前。言ってて悲しないか、お前。過去のエンタの漫才見てみろ。全部俺の評価を下げてる。下げてないです。事実伝えてるだけだから今回の漫才は、はい、俺のことを褒めて褒めて褒めまくれ。結婚に近づくように褒めろー。生き地獄やんか。ええからやれ、バカだれ。褒めたらええんかい。褒めろ。お前のええところ言ったらええやろ。ああ、まあ、強いて言うなら、歯並び以外や。なんでお前よ、20年間いろんなインタビューとかで相方さんのいいところまで歯並びの一本刀で戦えたな。ちょっと歯並びええねんから。他や。じゃあまあ顔が見てて飽きない。いじってるやん。あかんねん。あかん。スタイルがキュート。いじってるやん。いじってない。や、何やねん、スタイルがキュートって。キュートやねんからしゃあないやん。はあ、キュートやん、かわいいやん。どこが可愛いねん。お前が一番自分いじってんだよ。めちゃくちゃムッチリしてるやろ。プニプニ世界代表みたいになってるやろが。あかん。はめろ。俺はもうめちゃくちゃポジティブ。無駄に。そこやそこ。お前最後の最後でな、一言で俺のことを陥れてんねん。陥れてないから。お前が気づいてないだけでな、自動陥れ機能が作動してんねん。何やその機能。何がやおい。そんな機能搭載してないわ俺。出てもうてるから。やってないから。褒めろっつったの、結婚したいねん。褒めろや。もうリアルにじゃあ褒めるわ。うん。やっぱお前の才能といえばやっぱりお笑い。いじってるやん。生き様がお笑いやろ。言ってないやん。いじってるやんか。いやいや違う、もうリアルにほんまお笑いのね、やっぱりもうツッコミの才能すごいですもんね。車の方やろ。あ、車の方のツッコミのこと言ってきてるやん。やばいやばいやばい。2016年12月のこと言ってきてるやん。うわ、もう年月日まで言うてるやん。何がやねん。じゃそんな言ってて、いや、リアルにお前はお笑いのツッコミがすごいねんて。いやいや、そう思ってへんやん。だからお前のなツッコミしてる姿みんなかっこいいって思うから、だから今日はそのお前のかっこいいところを見せるためにも、うん、俺がいっぱいボケる漫才やろ。騙されてへんか俺。仕掛けないよ。いや、お前がやりたいだけやろそれ。それやって結婚に近づくんか。当たり前や。だから今日はお前のためにボケるから。うん、突っ込んだらええんかいな。突っ込むな。じゃあ俺がコンビニの店員やるから、お前お客さんとして入ってきてくれ。分かった。ウィーン。いらっしゃいませ。応援団か。おい、お客様ウィーンと言いながらご来店。頭おかしいんか俺。自動扉に決まってるやろが。めちゃくちゃ鬱陶しいやんけ、ここ。お一人様ですか。当たり前やろ、コンビニに来てんねんぞ。おい、温めましょうか。何をや。あれ、何も凍てへんの。何や、ハートか。ハートを温めんのか。おもろいこと言いますね。バカにしてんのかお前は。結婚近づいてるか。近づいてるよな。めちゃくちゃ近づいてるよ。どこが。いや、それも今井上さんのツッコミで、あー井上さんかっこいいってなってるから。あーかっこいい、めっちゃ突っ込んでる。うわー、めちゃくちゃ的確。うわ、声荒げてる、声荒げてる、荒げてるってなってるから。みんなその熱量でテレビ見てる。みんな見てる。そしてここで報告があります。なんやねん。井上さんの、なんやん、ハートをか、え、ハートを温めてくれんのかっていうツッコミによって、うん、
年内の結婚が確定しました。査定どうなってんねんお前。しっくりこうへんって。それではおめでとうございます。無理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 。もう順調に結婚に近づいてるから。近づいてんのかよ。うんうん。じゃあ続きいこう続きいこう。じゃあお弁当ください。はい、お弁当温めますか。温めてください。かしこまりました。炒めてるやん。おい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 、全部一食単に炒めて持てる。うわ、ダイナミックチャーハンの作り方や。もう味変してる。え、客が買うたもの味変えて持てるやんか。おい、すっごい濃いめの味付けしてる。お漬物どうします。ミディアムレアで。言うてる場合かお前。ノリツッコミ入りましたよ。いやいや、いらんねんこんなん別に。おいおい、何してんねんおい。素晴らしい。井上さんにご報告があります。あ、井上さんの今のミディアムレアでのノリツッコミによって、うん、結婚が10年先になりました。やりたいやないかって。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもそれです。ちょっといきなりやねんけどさ、何ですか何ですか。俺が仕事行く時に、どうもよろしくどうぞ。どうもよろしくどうぞ。ちょっといきなりやねん。何ですか何ですか。俺ちょっと今年はね、行きたいところがあるの。どこどこ。地獄違うわ。行け行けお前。婚活パーティーこれ行きたいねん。でもお前が結婚してもうたらな、お前みんなのアイドルやねんから、お前世の女性がみんな悲しんでまうやんねなんつって。バカにしんのかお前。いやでもな、やっぱ結婚するための婚活パーティー行ってみたいねんけど、よう分からへんやんか。あ、そう。じゃあ俺が教えてあげようか。知らんやん。いや、俺の知り合いがさ、婚活パーティーの主催とかやってるから結構詳しい。あ、マジで。あ、じゃあちょっと教えてよ。オッケー、じゃあまずインターネットで予約して当日の受付なるから。あ、当日受付行ってんねんな。ウィン。待っていたぞ、勇敢なる戦士よ。何やこいつ。おいおいおい。共に戦い、独身帝国から脱出しようではないか。めちゃくちゃやばいやつおるやんけ。何やこいつ。あ、お客様申し訳ございません。お客様、女性の参加者はあちらの受付。女性参加者な今の。おい、激ヤバのやつ来てるぞ。いらっしゃいませ。あいつは絶対喋らんとこ。いらっしゃいませ。あ、すいません、あの予約したもんです。あ、ハッシュタグ上さんです、ね、井上やん。井戸の井をハッシュタグで読むな。お前読みにくいやろそっちの。あ、井上様ですね、はい、担当させていただきます。よろしくお願いします。それではまずですね、こちら、はい、プロフィールカードの方にあの記入をお願いいたします、はい、名前の欄にフルネームを。井上裕介と。やっぱりそうですよね。はい。ノンスタイルと。あ、そうなんですよ。ですよね、はい。いつもテレビで見てます。あ、そうなんですよ。あの、あれ爆笑しちゃいました、ね。あの、謝罪会見。笑うやちゃうねん、ほんま。何を言ってんだよ。ええわ。次行けよ。あ、じゃあ、あの、身分証明できることものはございますか。免許証で、はい。あ、再発行されたんです、ね。なくなってへんねん。もともとずっとあるから。あ、そうなんですか。じゃあ、こちらの方なんですけど、念のためにコピーさせていただいて、あ、どうぞ。ネットにさらさせていただいて。後半やめて。あの前半はいいけど後半やめてください。かしこまりました。はい、こちらお返しいたします。はい、それではですね、こちら名前の欄の横にニックネームの方お願いいたします。井上ちゃんと。却下です。何があかんねん。実際に言われててんからいいやろうが。まあそれはわかるんですけども、このプロフィールカードがですね、会話の糸口になるわけですから、うん、結構インパクトが強い方が盛り上がるんですよね。まあそう言われたらそうですね。じゃあこういうのどうですか、ニックネーム、うん、無免許ナルシストっていうの。絶対言えよ。ナルシストに免許もクソもないやろうが。ダメですか。あっかい。でも井上さんのナルシスト発言によって女性の方がゾワーってなったりゾクーってなったりしますよね。ドキッとしてんねん。おー、今も来てます。じゃあニックネームこれでいきましょう。あのね、なんていうか鳥肌製造機。いやいや言ってんねん。なんでそんな悪口ばっかり言われなあかんの。あだ名はいいですもん。あだ名はいいですか、はい、かしこまりました。じゃあ続いてこちらの方にですね、年齢の方お願いいたします。38歳と。じゃあ続いてこちらが、ちょっとごめんなさい、はい、その横に気持ちは永遠の17歳。まあ井上さんだら。こちら修正期に消さへんわ。インパクトある方がええやろ。強制的になんで消してんねんお前。もうええわもう。続いてこちら身長の欄になります。163センチ。かっこ笑い。バカにしてんのかお前。誇り持って生きてんねんこれ で、ね、続いて体型の方になりますね。体型、はい、あ、言ったら痩せ型とかぽっちゃりとかですね。あ、まあじゃあどっちかとぽっちゃりいいかな。あ、じゃあぽっちゃりって、うん、あ、いやぽっちゃりというよりは中肉中背といった感じですかね。じゃあ中肉中、いや中肉中背というよりはずんぐりむっくりといった感じですかね。じゃあずんぐりむっくり、ずんぐりむっくりというよりは強度のむくむ。もうええわお前。悪口のレベルが上がっていってんねん。もう何でもええから体型なんか。まじゃあ続いて職業欄になりますね。これが一番難しいじゃないですか。まあ確かに芸能人って書くのもちょっとアピールしすぎの感じがありますもんね。なんかちょっとやらしいでしょ。じゃあ職業欄ちょっとふんわりさせましょうか。はいはい、嫌われ者で。誰がよおい。何や嫌われ者って職業。スーパースターじゃん。あ、職業が。どうや。かしこまりました。じゃあ所属事務所の方に確認されてもいいですか。なんで確認せなかに事務所に。吉本興業さんに。ええってそんなん確認せんで。あ、もしもし、吉本興業さんですか。あ、お世話になってます。インパクトあるために軽いめのな。オタク所属のですね、ノンスタイル井上さんが職業欄にスーパースターと書いてるんですけど、間違いなかったでしょうか。めちゃくちゃ恥ずかしいやんけおい。はい、おい事務所に確認すなよおい。あ、かしこまりました。じゃあそのように伝えます。はい、失礼します。クビだそうです。嘘やろ。おい、仕打ちがえぐいぞお前。職業欄の方に無職と書いてる。いきなりそうなる。
いや、ええわ、こんなん。はい、俺、パーティーに参加したいねんけど。あ、じゃあ、残りのプロフィールから私が適当に書いておきましょうか。適当に書いたらあかんでしょ、じゃあ、長所は座高で、短所はまた下でいいですか、ね、誰がリアルに長い短いもん言うねん、おい。ねえ、で、趣味は恋で、特技は愛か。バカにしてんのか、おい。なあ。好きな言葉はラブでいいですか、ね、いや、モテへんやろ、そんなやつ。LOVA と。ロバやん。何や、好きな言葉、ロバって。好きな言葉は KISS、キッスや、キッス。もう一度言っていただいてもよろしいでしょうか。 KISSYO。 キッショーないか、そうやったら。なんでそんなこと言われなあかんねん。ええー、ねん、こんなパーティーに参加したいねん。かしこまりました。じゃあ最後にこちら、あの生年月日のご記入忘れてましたんで、お願いします。1980年3月1日。え、本当ですか。はい。え、嘘だ。え、こんなことあるんですか。うわ、これ運命ですよ。全く一緒ですか。そうです、全く一緒なんですよ。あの最初の勇敢なる最初。あ、そいつ嫌やん。俺ちょっと最近さ、うん、ホラーがめっちゃ好きやねん。俺もめっちゃ好き、ホラー。いや、めっちゃ好き、うん、ホラー。もうやめときって、もう白い服着てながらカレーうどんなんか食べたらあかん。もうやめとき言うてね、もうやめとき言うて。ホラー。ホラーじゃないわ。ホラー。ホラーじゃない。俺が思ってんのとだいぶ違う。俺が言ってんのホラー映画。あ、はいはいはい。言うたらこう主人公たちはな、こう冗談半分でさ、山奥にある病院の廃墟とかに行ってもね、おい、石田来たわいけ。なんで竹馬乗ってんねん、おい。ワンパクやから。ほなだけや、お前。すっと歩いてこいよ。来たわいけど、ここめっちゃ怖いやんけ。この建物昔、泌尿器科やってんやろ。雰囲気出えんやろ。あかん、ゾクゾクする、尿道が。どこゾクゾクさしてんの。ハルンケ合わせる。尿漏れ気にすんな、お前。にしてお前ここ真っ暗やぞ。お貸してくれ。おう。サンキュー。それちくわやで。何渡してくれてんの、お前。小腹が空いてる。どうでもええわ、そんなこと。そこは懐中電灯や。ほんで懐中電灯パチってつけるやろ。ほんなナースステーションの床には無数のカルテが散らばってんの。うさぎさん、お耳が長いよ。はいって、それカルタよ。俺が言うてんのカルテ。乗りツッコミ。どこに怯えてんの。滑らせてしまった。じゃあやるな、お前。そのカルテをパッて1枚取ってみてみたら、名前の欄に石田明、お前の名前が書いてあんねん。同姓同名や。そういうこと違うわ。親近感。そういうとこちゃうねん。ありふれた名前は。我慢せえ、そこ。違う、そこはお前が例のターゲットになってね、怖くなったら逃げ出してたら、どっからともなく、クスクス、クスクスっていう笑い声聞こえてくんねん。あ、チャック開いてた。そういうこと違うわ。笑うな。じゃれるな、ねえと。このひょうきん者。どっか行け、腹立つな。ほんで、どっかの部屋に逃げ込もうと思うけど、鍵がかかってて入られへんねん。よ、ナイス閉じまり。余計なこと言わんねん。この盛り上げ上手に。黙っとけ、お前は。よ、ナイスツッコミ。全言撤回。開いとるか、お前。どういう意味や、そんなもん。ほんで、唯一開いてる部屋にバーンって入るやろ。ほんだら、なんとそこが、手術室。お前、ちょ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 ってちゃんと言えよ。雰囲気台無しよ、おい。俺、全然言われ。俺、ちょ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 。いらんねん、そんな。で、どうか。じゃあ、頑張れ、お前。ほんで、手術室に入るやろ。ほんで、後ろの扉がバターンってしまって、今まで聞こえてた笑い声がピタって止まんねん。滑った。そういうこと違うわ。静まり返ってんねん。ほんで、どっからともなく大きなうめき声。ぬわー。あ、室伏。違うわ。床の方や。妹もおらへんねん。あねな、この声どっから聞こえてんねんって、俺がパニックになったら、お前の携帯のメールの受信音が鳴り響くの。バイブにしてるわ。なったらええやろ。気まじめ。押すな、そんな部分。あんで、そのメールを見てみたら、おい、嘘やろ。なんやねん、急に別れようって。彼女からちゃうねん。やんやん。気持ち悪いよ。おっしゃる通り。じゃあ、来るな、お前。そこは今行ってる病院からメールが送られてきてて、今からあなたを診察します。保険証持ってきてないんだ。お前とかちゃうねん。めっちゃ金取られた。どうでもええわ。こういうやつめっちゃ。何を言ってんねん、お前。ほんで、そのメールには写真も貼り付けたって、血まみれのお前が手術台に横立ってる写真や。おい、嘘やろ。俺こんなに頬骨出てるの。どこ気にしてんねん、お前。おかんからの遺伝。どうでもええねん、そんなことは。あ、くそ、こんな携帯。ビヨーン、ビヨーン、バレつきの。ストラップ着てんねん、だから。そのストラップいらんねん。どこはお前、例の好きに刺してたまるかって探し出そうとして。好きに刺してたまるか。石田、何やねん。どこ行くねん。医者の俺探しに行くねん。探し出してどうすんねん。分からんけど、ミスミスやたまるか。落ち着け。俺も一緒に行く。井上、俺に何があってもお前絶対助けてみせる。いけねえ。井上、お前土壇場で俺のこと刺したつもりやろ。うんうんうん。ついつい本音が言うな、そういうこと。ほんで俺ら怖くなって窓から逃げ出す。パリンムニュアミド。ないとこ選べや。ハエの気持ち分からんでええねん、そんなこと。ほんで外に出たら、外に止めたらバイクにまたがって逃げんねん。ブーブー。街灯とかいらん。大仏もないねん。そこはしてんねん、このハッピーやろ。いや、帰れ、腹立つの。ほんでこれで一安心やと思ってバイクのミラー見てみたら、お前の後ろには髪の毛の長い女性の医者の霊落ちてんねん。あーとか言いながらむっちゃタイプ怖がれや。はい、今日もスーツの下タンクトップですよ。見せんねん。ハンカチーフも何があかんねん。
これなんですか、工場のマークですか。静き号で言うな、お前。なんでそんな風に言われるの。お前もう生きないって何がやねん。あ、すいません、またまあこれもう毎回説明しますけど、いいです、生きりっていうのはあの関西でよく使われる言葉で、まあ簡単に言いますと、カッコをつけている、調子に乗っている、キザ、イライラする、なおかつ気持ち悪いを合わせた言葉。悪口やないかも。そうなんて、ちなみにこいつがベスト生きリスト。誰が代表作やん。もうほんまにすごい生きりますからね。普通です。こいつあのコンビニでバイトしてたんですけど、それもまた生きるんですよ。いや、バイトなんか誰がやっても一緒やん。レジやっててね、お客さんが来たらまずいらっしゃいませ。やってないぞ。バーコードの打ち方、おい、バーコードの打ち方よ。お会計の方、329円頂戴です。決めすぎ。ちょうど頂戴いたします。ありがとうございました。すごすぎるやろ、おい。お前そうなったらレジから消えて戻るやないか。切りすぎやな。そんなんどうでもええねん。ちょっとあんな話聞いてよ、まあ、すっかり寒くなってきたけどさ、はいはいはい、俺季節の中で冬が一番好きなのよ。何がやろ、お前。冬ええやんか。冬になったらさ、空から無数の白い天使が地上に舞い降りるわけや。ね、うざいでしょ。何がええねん。今のはね、なんですか、雪が降るというイキリ語ですね。イキリ語ってなんやねん。ちなみに英語は発音が難しいですけど、イキリ語は発言が恥ずかしいですから、ね。芝居だろ、お前。気をつけてください。なんでそんなこと言われなあかんねん。いや、でもほんま冬ええやんか。何が冬なんかなったらさ、また恋愛をロマンティックにしてくれるやん。いや、ロマンティックにしてくれる。死ねば。なんで言うんだよ。いや、でもそうやん。特に夜がムーディーやん。何がムーディーか、星のカービィみたいな。誰がやん。まん丸でもないし、ピンクでもないやろ、ね。いや、冬のカップルとかええなって思うね。いや、俺冬のカップルが俺いっちゃん嫌いやもん。なんでなの。なんや言うたら、なんか夜のコンビニの前でイチャ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 しとるやん。それがええやんか。なんでなんかコンビニで買ったであろう肉まんを二人でこうやって頬張っとるわけや。中酒でええやん。ほんで会話聞いてたら、お前女の子の方がええな。むっちゃ寒いわ、寒い。家帰る。そういうこと言うなよ、お前。家帰ってくるとね。そうやけどやな。もうせめてお前寝